何が来る？何が来る？な、え？な、ナミさーん！ズンズンポイポイの喧嘩ラジオナミさーん！ GT！ あ、スタジオだな。南南さん、ゴールデン南。違う、ワンピースの南さんじゃないんですか。ユニット名は言ってもらった。どうしたんですかもう。え？困りますよ。すいません。はい。寝起きです。寝起きですね。ほんまの寝起きです。起きて椅子座ってそのまま喋ってます。もう10時間ぐらい寝ました今日。だから。寝とんかい。ふざけんなよ。めちゃくちゃ寝ましたからね。あなたもこの前15時、十何時間寝ましたよね。この前な、別にこの前はええやろ。この前、十何時間寝ましたよね。今日のコンディションの話しとんねん。寝ましたよね。僕なんて味噌田楽作ってきたんですよ、今日。朝から。あー、陽気なマンボーっとするわけ、最高や。なんて言った今、陽気なマンポーって言わなかった。あー、陽気なマンポー。陽気なマンポーですわ、ほんまに。ねえ、はい。いやいや、喧嘩ラジオ GT 第247回。247ね。はい。お願いします。ナミさん、今日我々をどちらに連れてきてくれましたか？今日は、ナミさん！じゃあ、バラ系にしましょうか。あ、いいんじゃない？はい。バラ系。いいんじゃない、はい、なんでいいんじゃないかって言うとな、はい、俺、すごい料理の腕が上がったの。ああ、はい。びっくりしましたけど、肝すみってね、はい。検食っていう、その、一回その、なんていうの、その、おじいちゃんおばあちゃんが食べる前に一回介護士の人が食べんねんけど、はいはい、その人が食べ終わったら何て言ったと思う？誰もおらんところでね、はぁ、い、美味しかったって言って、ね、ああいいじゃないですか。俺の作ったあの、はい、エビと野菜の炒め物を食った後は、はい、いいあぁ美味しかったっつって残さず食べてたんですよ。いいですか。シシステーションでも今度振る舞うんでしょ、なんか、はい、何かを聞いてますよ、振る舞うとは。でもあの島根であの調べたんですけど、はい、まあ、今のところ2品あるんですけど、はい、ほぼ同じ料理だったんで。いやなんかじゃあそのいや買えなあかんなと思って。いや島根ってね、松江港とかあってね、結構いい市場があるんですよ。そこで自分で全部買い出し行って整えて。あんまエグいね。野菜を。いやそんなエグいの作ったらその今島の食中とか流行ってるんで、ね、いや大丈夫です。振る舞うっていうのはどのレベルのものとか何を振る舞うとかは決まってるんですか？決まってます。決まってんねんけど、まあなんかまだね、今のところ僕入れて2名の方が調理するんだけど、はい、一緒やねん。そのライブ中にあれはど第3部何なんですか？第3部第打ち上げだから多分行ける店ないねんな近くに。あでそこでやります。僕が出なくてもいいんですか？え僕が出なくてもいいんですかそれは。いや全員出なあかんのじゃさすがに。前のトシさん生誕祭みたいな。でどっか行きたいんですけど。ダメよ。いやせっかくね島根、いや島根あんのはあるよ。島根のあのすごい実は結構いろいろあんのよ。ちょっと食べたいものもあって。なんか何を振る舞うテーマみたいなのがあるってことですか？全然ない。あのないない得意料理というかで、あまあでも言ったらちょっとあれおもんなくなるか言わんねんけど、あ内緒の得意料理、うん、でもあの僕が作るのともう一人の芸人が作る料理があのもうジャンル一緒で、あのこんでた人やけど味も一緒やん。いやだから今から違うメニューにしてもええかなぐらいのレベル、はっきり言うと、はい、ね、まあ、どうなるやら、ね、そう島根のライブに行けば食べれるかも、食べれるかもしれない、はい、島根のライブもそうですけど23日ドンドンポイマのカリフォルニア、こっち来ていただきたいですね。いや本当っすね。はい、ガゼル西口くん来てくれて、今んとこあれっすわ、はい、あのグッズの予約一切来てないんですけど。あ僕も来てないっすね。まあえ待って、買わんき皆さん。いや当日ちょっと買ってくれたりするの大丈夫ですか？え大丈夫ですか皆さん、買わんで大丈夫ですか？それによったらね、持って T シャツを何枚持っていくかとかね。そうその全部持ってて余って別になんかただ荷物増えるだけやから増えるだけやからねちょっと、うん、最悪まあ現場で見てもらって、まあまあそれしかあるまいな、ほんまに。そっか、全部持ってかんでもええか。こんだけ売れるやろっていうの持ってて、それでまあでも島根のお客さんがどうやら初見の方結構いらっしゃるっぽくて、はい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 、まあ、初見の人俺ら買わんやろというのが一番にいるんですけど、まあね、そうだね、まあ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 、あの待ってますよ大阪の方、はい、あでも絶対来て損はさせませんのでね、うん、はい、今のところ面白い、まあ、トークライブですけどいろいろ昔の映像とかねある予定で、うん、ちょっとね結構豊富に入手しましたんで、はい、
で、もう一人、名前は出せないですけど、僕らの友達で気持ち悪い声の高いやつが、今、イケビを落ちてくれてるんで。既婚者のね。既婚者で。既婚者芸人。はい。ラジオにも名前。あ、よく出てきますね、はい。ロンゲ。ロンゲ、キモい。キモい。めっちゃ汗かく。めっちゃ汗かく。布団一緒に入ってくる。おるんでね。はい。いますんで。それとも出れるということで、出てきますんで。はいはい、ぜひぜひ皆さん、はい、まだ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 全然いきます、予約受け付けておりますんで、はい、お願いしま す, お, 願いします、お待ちしてます。さあ、はいはいはい、ちょっとライブ振り返っていきましょうか。はい、いきましょう。ルミネじゃないですか。俺雨舐めながら喋ってない、舐めてやろ雨だけに、うん、うれ金属さんっぽかったやろ。いや全然っぽくないっすよえ、ほんま、うん、もう一回やろうか、うん、俺今雨舐めでラジオやってんね、うん、舐めてる、舐めてる、雨だけにうれ。いやいや、その友達さん、そんなこんなんちゃうか。そんなんじゃない、やっぱね、そういうのじゃないんですよ。違うんすか。はい、まか、あなたにあなたの出せるウーラがあるんで、ウーラ、そういうのをね見つけていって。死ぬほど頭かゆいな、終わりや、うん、風呂入ってないからでしょいや、まあまあまあシンプルに違う違う、もう頑張って昨日もキモカツでさ、はいはい、違う違う違うって入ってんの、入ってないんでしょ。違う違う、まあまあ一応落ち着きなさいよ。違う違う、入ってないんでしょ世話しないな、どうしたんや、はい、年の瀬か、やったんぞ、はい、年の瀬ですけどね、はい、11月10日、はい、前回の、ラジオ終わりからライブ行っておりまして、はい、ルミネ座吉本、マイルド軍団ルミネ定例会、あ、面白かったですね。いや非常にね、盛り上がりまして、すごいお客さんで、久々にミキとも会いました、ね、あ、そうやね、ミキと久しぶりに会えたね、よかったっすよ、うん、相変わらずで構成とがっつり喋りましてね、喋ってね、いろいろ喋ったり楽しかったね。分かることは一つ、はい、構成は、AV をちゃんと買う人やった。ああ言ってた、ちゃんとお金払って買う人っていうのが分かりましたんで、ね、はい、ちょっとごめんなさい、この今肌荒れしてるんですけど、ちょっと死ぬほど痒いです。冬やからね、乾燥してちょっと死ぬほど痒いです。ちょっと発狂しそうなレベルで痒い、はい、すげえ痒い。どうしよう、悪夢再びじゃないですか。なあ、あれやな、ブツブツのこの時期やったら乾燥肌やばいやばいやばい。はい、ルミネ、ルミネの感想言ってたろさん。ルミネの感想ですか。はい、いや大きかったですね。いい、大きかったですね。大きかったよ、大きかったし、なんか楽屋打ち上げも用意してくれたり、お寿司とピザを食べましたね、盛大な打ち上げをさせていただきました。はい、しました。酔いましたよ。そうですね、そんな、なんかそんな飲んでへんのに酔ったの、いい酔い方でしたよ、本当に、うん、悪くない酔い方でした。全然飲んでないのに、小田上田が僕袖でネタ見てたんですけどね、はい、すごい受け方してね、受けてましたね、小田上田ね、と、ただアドリブ入れたところが、なんか変なとこな、あとで聞いたら、なんか絶対1個入れるって決めてて、あのネタは、うん、今回マジで外して、その、いや、なんつったっけ、最後の、なんか入れとったな。なんかね、あるあるのようであるあるじゃない、はい、ワードをボソッと。なんか言って、そうそう、言った瞬間に、散々盛り上がったのが、うん、ん？みたいな。そしたら、小田が、わかりません。って言って、その後、気持ち悪いんで帰りますって言って、荷物まとめて履けんねんけど、その時の小田の顔が俺未だに忘れない。なんなんあいつみたいな、こういうなんか。もう、あれ怒ってたんですか？いや、怒ってないですけど、マジで気持ち悪かったです。待って、小田スラジが、小田ちゃん、待って、小田スラジが、待って。めっちゃ言ったけど。そうっすね、コントやからな、漫才とちゃうから、そらアドリブおかしなるやろと思いながらそうやねん、漫才やとな、急に何みたいなんで、あとあれやけど、上田が大きい声出すとき、あいつ助走するっていうのが分かった。ほう、あいつはけてさ、うそのネタで、うん、キキーガシャーンってなって吹っ飛んでくる役やのにさ、はい、なんか はけて俺袖で見てたからさ、はい、上田なんか次の準備してるわと思ったらさ、うん、ずっとこんなんなんかずっと体ですって、これ何してんって、なんか言う、ちょっと待って、なんとかでピュッて急に止まって、あーって普通に倒れるだけやねんけど、そう、最初のこのめっちゃ体ゆすってるの何やってんの、エンジンかけたんかな、体のこう血をたぎ出したら、まあ、あるんじゃないですか、そういうルーティンじゃないけど、絶対そうや、なんかあるんでしょう、それの人、スタッフさんたちも不思議そうに見てた、何すんのやろ上田さんって、
上田助走するだけして一回止まるっていうね、はい、いいの見れましたよ。いやいい、もう一回やってください。それこれあのだからブレイキングダウンのあの萩原さんがあの購買日記が立つ間ずっとそうやってましたから萩原さんと同じということですよ。あの違いますよ、あの全てを手にした男これモダンタイムズはとしみつさん、としみつ生誕祭であのずっとディスられてる時のとしさんの踊りそうありましたあの見てへん、あのアップされてね。いや、まあ、そのあの切り抜きかかなんか見てない。いや切り抜きというかモダンさんがあれ丸ごとアップして、ああそう、あのあれ あかんくない、丸ごとアップすんねやと、うん、そのもう思いっきり俺が滑ってるのずっと映ってる、まあね、丸ごとアップはいや、まあ、さすがにもらってるとは思うけどまあねとしさんがずっとあの佐野さんにあの、はい、なんかあのラップでずっとディスられてる時、はい、ずっととしさんずっとこうやってその後ハイパーブルちゃんに顔面殴られるから全然歩けてなかった、ね、見たらもう1ヶ月ぐらい経つか早いな、はい、あと来週もしたら1ヶ月経つ早いね、いやいやルミネね、あのぜひぜひまた呼んでいただきたい、はい、ね、黒帯とかも元気にしておりました、元気にしておりました、ね、みんな元気でした、ね、金属さんも久々、金属さんも言うてそうやね、かなりお久しぶりでちゃんとスーツも見せることができたんで、買ったやつをね、こういうものを買わせていただきました、はい、ということで行きました、ネタのパートは皆さん大盛り上がりということで、ね、はい、よかったです、はいはい、コーナーも大盛り上がりで楽しかったです、ね、みんなよかった、またね、年一ぐらいなんですかね、ルミネは年一ぐらいなんじゃないですかな、この感じ、うん、年一ぐらいでできるということで言われましたからね、はい、このライブはズンズンポイポイを育成するライブであると、はい、つかみで、あ、めっちゃ受けてね、まあ、あのそのおかげでこうやりやすい、まあまあやりやすく、はい、やりやすく、はい、本当に丸さんありがとうございますよ、本当ありがとう、ありがたいです、これからもよろしくお願いいたします、はい、お願いします。さあそして、翌日11月11日ポッキーの日ですね、はい、ポッキーの日土曜日、はい、ズンズンポイポイのケツ穴かく、あ、はい、第1回穴かくなのかを開催いたしまして、ね、ここから1年頑張りますね、新ネタ2本と、ストレス発散ネタ1本をやらせていただきました、はい、あとはまあトークとか、ね、はい、トークと、はい、ね、話させていただいたんですけど、ね、ネタのことをみんなに意見しながらっていう、いいライブですね、本当に ねお客様に、まあ、ネタ の、そのライブの趣旨を説明すると、新ネタ2本を下ろしまして、どちらのネタがいいのか、アンケートその場合取ります、うん、で、良かった方のネタを、1ヶ月間、ちょっと作り込んで、はい、で、来月の穴かく第2回穴かくで披露すると、はい、でその披露したのとはまた別にまた新ネタを2本と、ね、ストレス発散ネタ1本、これストレス発散ネタっていうのは要するにもう言ったあかんワードとか余裕に言う、まあ、もう漫才をするというどこでやるわけでもない、もうそこだけのやつです、はい、でまたその新ネタ2本でまたどっちがいいかをまたアンケート取って、うん、でまたそのネタを1ヶ月、試行するというふうなことを繰り返していくというライブでございますので、はいはい、毎回、次回から言うと毎回4本ネタを見るということでね、はい、非常にボリューミーな内容となっております、はい、大体1時間から90分の間で、はい、終わるライブとなっております、ぜひ皆さん、はい、来てください、お願いします。現在配信も販売しておりますので、はい、あのお買い上げの方よろしくお願いいたします、はい、いやね、本当に2人だけでね、その場でこう言って吐けるとかね、はいはい、まあ結構まあ、ドタドタするところとかもあったりもしたんですけど、でもまあそれがまあ2人でやってるからそれ醍醐味というかね、はい、はい、いいですよ、あと、ドリンクごちそうさまでした、ありがとうございました、そうですね、ありがとうございました、はい、本当に、ね、また来月もやっていきますんで、はい、お願いします、来月が、12月の25日クリスマス、クリスマスに ね、まあ、カップル連れてカップルで来てくださいよ、はい、で終わってホテルで穴隠して、はい、目の前にホテルあるんでね、あそこ、ね、まあ、7年前におしゃれななんか和風のホテルあるんで、あと、ね、銀座ポップさんがうろちょろしてるんで、 あの日もなんか来とったな、あの日も来たな、あ、なんか大きい声で来た理由説明してたな、うんうん、なんかあんざね、どこどこで飲んでたから来たんだよっつったら、うんうん、パーッて服部さんが、え、どこどこで飲んでたから来ちゃったの、出てて、なんなんその会話と思う、銀座ポップが見れるかもしれない、あの焼き鳥屋があるんですね、近くにね、そうそう、はい、有名なね、せんべろの M1 翌日です、あ、そうなんですよ、そうか、12月25日たぎってますから、ということは優勝者が出ていると、はい、もうそうそう、この優勝者が出た次の、この優勝者がゲストで来る可能性もある、ない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 、どんだけ仲良くてもない、どんだけ仲良くてもない、絶対に、ほんま、絶対にない、寂しいな、うん、もう無理でしょそのオファーかけとく、次の日なんか一気にトムブラウンさんオファーかけとくあの、いや、かけても最近よくライブご一緒するからトムブラさん、はい、ね、
よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さ、そして11月13日、はい、月曜日ですね、はい、ビーチューマンザイブ、あ、見ますね、いつもの、いつも通り、まあでも新ネタをやったわけではなく、はい、あの、かけましたよ、あなたくのネタをまたちょっと結構やってました、やってみましたという感じでございまして、はい、膨らんできた、ごめんなさい、かゆみが、かゆみがこれはまずい。はい、で、その日の夜に、スーパースターネコライブ、はい、を、出またさせていただきました。ネタ2本、はい、ありがとうございました。賞レースを控えてます、順々控えております。きっと君は来るさが、うん、まあ、ネタの最終調整というかね、やってました、やってました、非常に受け倒しているという、はい、あの、仕上がったネタを見させていただきました。はい、ね、さあ、もう準、もうだって準決勝発表者もすぐ出ますからね。もう順々はいつなん、順々はもう、もうあと2日も3日もしたら21から21、だから明後日からもあるじゃん、明後日の大阪終わるんかな、20、21、22で終わるんちゃうかな。うーん、もうこれで多分 準決勝もすぐ出ますもん。うん、はい、ですぐ準決勝ちゃうから多分。そうっす、もう言うてる前にすぐ準決勝で、もう、OK、ファイナリストが、月も明ければファイナリストがもうすぐ決まるわけですから、うん、誰が行くのか、ね、楽しみですよ。スーパーニューニュー、いや、あるんじゃないですか。ね、スーニューも行ってるし、忘れるやら、はい、カナメとかも行っております。マイルってかマイルド軍団みんな行っております、ほぼ、まあ、そうそう、マイルド軍団全員順々まで、素晴らしい、はい、小田上田さんも行ってます、小田上田も行ってますから、とんねん、すごいね、すごいです、漫才もできよね、あの子ら、はい、すごいです、恐ろしいよ、ほんま、はい、ね、さあ、スーパースターネコライブですけどもね、はい、あ、お差し入れありがとうございました、ありがとうございました、あの、お寿司ありがとうございました、あの、カルビちゃんが誕生日やったんで、はい、カルビみたいなお寿司もあって、うん、それをカルビちゃんにみんなにあげて喜んでました、カルビちゃんも、それでパワーをもらって順々も挑めると、挑めます、はい、頑張れ、いいカルビちゃん、いやカルビちゃんじゃないわ、きっと君は来るぜ、そうそう、頑張れカルビちゃんね、続きくんもね、頑張れブソン君みたいになったら、続くんも頑張って、きっと君は来るさ、頑張ってください、ね、頑張れ頑張れ、はい、応援してるぞ、はい、あーと、で、次回のスーパースターネコライブが12月5日っす、ね、火曜日となっております、言ってますね、ぜひぜひ皆さんお越しください。はい、よろしくお願いします。します。さあ、そして翌日11月14日火曜日、音速5センチ、第3回音速5センチ、ね、させていただきまして。こちらなんとね、ね、我々第3代目、音速5センチチャンピオンになりました。王者になりまして、我々が。第1回チャンピオン、高木払い。高木払い。第2回チャンピオン、竹内図。そして第3代チャンピオン、ズンズンポイポイになりましてね。書いといてよ、ウィキペディアに書いといてよ、これ、ね。なんで書けるものは何でも書こう。いや、すごかった。はい、みんながやっぱね、てか、あのメンツの中でよく戦えたというね。そうですね。ツンツクツン万博、ね、めっちゃ最高図さんもいらっしゃって、ね。魚猫とかさ、今の若い。魚猫、ニョボリゲ、清水俊平くん。オンリーツー。オンリーツー。うん、ね、どういったライブ？早いネタをやるっていう、うん、まあ、もちろん面白さもいいんねんけど、うん、早ければ早いほどいい、終わるのかと、うん、ネタが、ほいで、お客さん投票もあって、そう、まず、スピード早いランキングの、トップ10が出ます、はい、でその1位がもちろんポイント高い、はい、でその後お客さん票の面白かった、シンプルにお笑いとして面白かった、うん、票数が入って票のトップ10が出て、優勝者が決まるという、第1回、高木払い君は、秒数が2位、うん、で、お客さん票が、2位やったかな、なんか多分 そんなんやった、2位か1位で優勝、うん、第2回大会、竹内図、秒数1位、うん、で面白票が3位、うん、で優勝、秒数1位のポイントが高かったからと、そして第3回大会、はい、ズンズンポイポイ、はい、秒数1位、 お客さん票1位、そうなんですよ、完全優勝だ、ズンズンバンバン抑えたんです、抑えたんですよ、気合で気合で票数も、で秒数はなんとね、コースレコード、コースレコード、前回の竹内さん、前回竹内が2秒86だったの我々が2秒82 82っていう、もうわずかな差やけどコースレコード叩き出したんで、はい、コースレコード賞もいたら3冠ですよ、そうですよただこの辺がギリのような気がした、いや速さ、そうや、ね、速すぎたら伝わらない、にょぼりげもおもろいねんけど説明がにょぼりげ
っていうその峰君と、うん、あの元竹内さんの我慢の助ガマちゃんのコンビが、3秒ちょいのネタやってんけど、伝わっておらずっていう感じだった。説明聞いたらどう聞いても3秒じゃ無理な説明やそうすごいよな、あんな小道具用意してあれ3秒でやるというねいやすごい狙い。これもところ年一とかなんかな、なんか今の感じだと年一ぐらいでやってるね。なんかね、次回も呼んでいただきましたら我々もちろん参加したいと思いますんで、ね、ますぜひぜひよろしくお願いいたしま す。ありがとうございました。お客様来ていただいた。さあそして、11月16日木曜日、ファントムさんに呼んでいただきました、はいはい、10日親しむネタライブというね、はい、渋いメンツで、はい、まあ第何回とかじゃなくてもういきなり多分単発なんか下手したら、まあ、なんかああいう感じのをやっていかはるんかな、うん、はい、あの9時から10時までの1時間枠で、うん、ネタとトーク、まあ、トークって言ってもまあ軽くトークみたいな感じで、はい、中 MC とかっていう感じでやらせていただいたんですけど、うんうん、もう分かりやすいライブでしたね。そのこれファントムさんの、はい、この主催者がね、ま、分からんくて最初な誰やろご挨拶していただいたんですけど、はい、あの僕らの単独手伝いに来てくれた人っていう、はい、あの山田ボールペン君がライブマンさんが呼んでくれた会場整理、会場整理の女の子、あの子が立ち上げたみたいで、そうやね、すごいね。いやありがとうございますとっとで若い女性2人で ね切り盛りしてて、うん、頑張ってはった。偉いよ。多分これからどんどんねバリバリやっていくんやろうから、ね、皆さんのよかったファントムさんのライブ結構いいメンツをね、やっぱよかったですよ。我々オープニング MC させていただきましてね、はい、さつきさんとさつきさんと初めて会話させていただきましてね、うん、あ面白かったやな。はい、なあの同期なんですよね。うん、まあ、同期門脇さんっていう人が、同期さつきの門脇さん多分同期なんですよね。同期っぽい感じだったね。はい、いや2007年って言ってた、2008年って言ってたから、うん、そうやね、僕2007年で NSC 入って2008年デビューやから、はい、やっぱ完全同期やったな。はい、で宗田さんはさつきの宗田さんはちょっと下やけど、ちょっと下、ね、まあ、年代もほぼ一緒というね。はい、いやまたライブ一緒になりたいですね。よくなりましたよ、ね、僕はちょっとその気まかつかったからネタ終わりも帰っちゃったんですけど、しっかり全員見てスーパーニューも受け取って、何よりあのやっぱトム・ブラウンさんが最後かっさらって一番受けて終わってきました。すごいよね、はい、衣装で来てたもんね。もうなんか飛び出しでしょあれ、なんかどっかから来たんでしょ。もちろんもうあのそういう終わりでしか来られへんから、調整しまくってる感じやったな。ライブはもうそういう終わりでしか来れないんで、9時10時のライブがありがたいと言ってました。全部仕事終わったと来れるから我々も協力しよう。はい、じゃあビーチ部で。はい、ビーチ部でって言ったけどね、あの古谷稲谷ちゃんがビーチ部と勘違いしてね、はい、X にも書いてましたけど、あのビーチ部に行っちゃうというね。そのビーチ部に行った理由が、夜9時からのライブでズンズンポイポイが出てるのは絶対ビーチ部やと思う。それしかないやろって。まあ確かに確かにな。どう考えても前のライブを見てたらしい。終わらんなぁと思って見てたらしい。よう間に合い、ギリギリ間に合ってね。間に合ってよかったです、ね。よかったと思います。はい。ね、ファントムさんまたこれからもよろしくお願いいたします。はい。お願いします。はい。といったところでございまして、何かありましたか？あ、そうなんかそうですね。一人カラオケに行ってきました。行ってきたで合ってるそれ。生配信もさせてもらったんですけど、うん、あのカラオケ屋のね、そこではね実は全然飲んでないんですよ。あの領収みたいハイボール飲んでるぐらいや、ビールとハイボールね、うん、2杯だけじゃないですか。どこの新宿、新宿のあれはジョイサウンド、ああ有名な、なんか僕もジョイサウンドっていう店、なんかそんなないよね。ジョイサウンドってあのカラオケの名前よね。あるんよな、ジョイサウンドっていう名前のカラオケ屋があるの。うん、ジョイサウンドやね、西口で。ああジョイサウンド、このね、うん、ハイボールがね多分ちゃくちゃ濃いんかすごい気持ち悪かったんやけど、まあカラオケで出るでさ、ハイボールってよくないよね。カラオケでバイトしてる人ってあれってどんなの使ってるのか、まあ、飲み放題やったからね、うん、あれやけど、そうそう、ほんまに頭も痛くて、で2杯でなんでこんな来んやろうと思って、で、あの画伯が見てたらしくて朝配信をで、朝太郎さん大丈夫ですか大丈夫ですかって連絡来て、ごめんごめんどうしたのって、デジモンのバタフライ
歌ってる途中で急に寝たんでっつって、マジで泥覚えてへんねんけど。そお会計とかどこで、お会計覚えてんねん、その寝てたどり着けたんよ、うん、4時ぐらいにあっと起きて、あ寝落ちしてたと思って、もう自分でインスタも切ってて、うん、でお会計してで家帰ってんけど、いや歌ってる途中に寝るって恥ずかしい恥ずかしいってかそれ異常事態じゃない、ギリギリの状態で歌ってギリギリの。でもちょっとね、一人カラオケ楽しかったんですよ。その配信する前にグリーンで歌ったりなんかしてたんですけど、ちょっと楽しくてちょっと今度また行ってみようかなと思って。いくらぐらいするの一人で。ね、1000ちょっとでしたね。あ、言われて安いね、はい、あでも飲み放題はつけたから2000なんぼとかになってます。あ、それでも安いんやね。はい、安かったです一人で。今度じゃあ温泉一緒に。じゃあ一人カラオケちゃうんでしょ二人カラオケやん、ふざけんな。二人カラオケでやりますの配信も。画伯さん生配信、カラオケ配信よくやってるんであのお母さんが見るやつな。そうそう、まだ帰ってこれないのってお母さんがコメントする。お母さんが心配から見るやつな大丈夫ですか、まだ帰ってこれないのですかってお母さんがコメントする。ちょっとごめんね、はい、ブツブツってめっちゃ出てきてんけど、いよいよジンマシン。いや、ジンマシンか分かれへん、これちょっと病院行かなあかんやつやな。またまた肌が、え、めっちゃ痒い、めっちゃ腹立つ。でも今回は変な薬は飲まされてないです。飲まされてない、シンプルに、あかん季節が来たなという。いやだから完全治ってない、多分おそらくずっと体の中にはおんない俺でまたヒートテックとか来てこう、あの、ね、汗とかで鳴るからね。今ちょっと薬塗りながらしゃべっていい。いいですよ。あのこの後風呂入るとはいえ、ちょっともったいないですね。いやもったいないけど、ちょっとこれほんまにちょっとこれ言ってあのほんまに我慢できないレベル、うーっていうやつ。薬何それ。あ、これ俺もそれ、これステロイドです。あ、俺もそれ、あのね、お尻にね、俺すごいできるとたまにできんのよ、ね、それいいな。 お母さんにもらって、それ同じにすんな、めっちゃ効くんですよ。お尻すごい荒れんねん急に。それなんやねん、お尻急に荒れるやつ。お尻荒れて荒れてくんねん、たまに。でもそれ塗ったら一発で治る。お尻荒れてもジュクジュクなの。リンデロンとか。あ、リンデロン V 軟膏とは違います。あ、違います。これはね、ベタメタゾン。あ、俺それ多分同じようなやつやわ。まあこれでもステロイドやかんもよくない、ね、あのね、黒くなっちゃうからね。そうステロイドは。でも治ってなかったんや。俺も半年前っすよこれ、だってなってんの、はい、あのあれっすよ、何やったっけ、あの貨幣女子死んじゃうっすよステロイド。でもこれね、ほんまに1日で、はい、一気にマシになる。それを多分、うん、継続的に続けなあかんねんな。でも無理じゃない。いや、そんな毎日毎日塗ってさ、はい、そう、継続的はね、まあでもめっちゃ効くからね。お尻にさ、できてさ、えっつねそれ、痛いし痒いし、もう夜中かいて、もう朝起きたら血ついたりしてんのよ、もう嫌で。だからもうそれ塗ったら一発ステロイド。乳首立つんやったっけ、ステロイド。木村フィリップ見ろみたい。あれ、ね、あ、ステロイドです。ステロイド、はい。だから乳首立ってきてるかもしれない。大丈夫かな。あの、乳房が女性がするから。大丈夫かな。で、あの、右向いたり左向いたりですね、乳首が。乳首が意思持ちやすね、ステロイドになったら。これすごいパンチ打つから。まあ年末、アンポルギアってやるから、僕はぜひともバキバキできてほしいんですけど。あの仕上がったり、はい、ステロイドやってる選手を、あのナチュラルなやつがぶっ倒してほしいよな。いや、そう、アンポルギアに。アンポルキアマジめちゃくちゃ強いからな。アンポルキア強いからな。そんなアンポルキアでもノイリ選手にはボコボコにされた。そうやねんね。あれ、小持ちの既婚者ノイリ選手。勝てるって言われとってん。そう、やったらやってて、もう負けたね。ボコボコにされて、ノイリが選手こうやって、うえーってこう、あおんねん。お前あんだけ言ったのになんやねんみたいな。若いし、あの時なんかもっと言われる。いや、喧嘩みたいな感じやったけど。悔しかったよ。いや、すごいや。ノイリ選手だってあれやん。ワンツーで終わらんから、こういけ。ワンツー、スリー、フォー、ファイブ、シックスぐらいまで行くからな。意味わからんコンビネーション使うから勝てる？ノイリ選手に。いや俺は、ま、真剣に今の俺じゃ無理。1年待って、向こうに1年待ってもらったら準備する。10歳ぐらいしてる向こう。あんたよりやってくれるから。あんたより格闘技歴も長くて若くて強い人にあと1年やったらいい勝負できる。あ、ほんま。アルコールもやめるし、ブロッコリーいっぱい食べるようにして。あ、ステロイドありやで、その代わり。いや、じゃあ。それはそんぐらいありにしてもらう。違う違う違う。
ブロッコリーもやめんでよ、じゃあ。ステロイド打ちまくっとったよ、とりあえず。それでも勝たれへん。知らん、知らん。どうする、乳首ばっかさ、敏感になってさ、試合始まって、風吹いただけで太郎、ああ優勝できへんね。で、ブロッコリー乳首に当たって、ああなんでブロッコリーが当たんねん。誰か投げてるやん。それは誰か投げてきてるやん、ブロッコリーを。で、ブロッコリーにワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ入れられたらどうする、いやいや乳首に。いや。嫌 やわ。嫌 やな。嫌ですね。はい。はい、すいません、どうでもいい。何かありましたか、逆に。ああ。昨日ね、はい。ビューティフルボーイズの加藤くんがね、うん。ああ、なんか、がつきまして。X 見ましたよ、加藤さん乗っけてんの。あの人、躊躇ないな。真顔でしょって。あれ、めっちゃおもろくてさ、まあ、言ってて、うん、ビーチ部で会った時とかさ、はい。この間、なんか加藤君同期やのにさ、はい、なんか敬語で喋ってくんねんけどさ、多分年下って言うの、うん、年下やもんね、4つ下やねんけどさ、結構下やもんね。この間も行きましたよ、キモカツみたいな、うん、キモカツって言うってことは多分ラジオ聞いてくれてんのよ。あ、じゃあスゴロク参加条件満たしてますよ。ほんまよ、めっちゃいい。加藤君、加藤君だけ全裸で出さそうや、ほんまやね、加藤ちゃんいいんちゃう、うん、別に文句言わやろ多分、別にいいんちゃう、優しいし、俺だけとか言いながら来そうじゃない。俺だけ不利だろうとか言ってた。こいつツッコミするじゃん。ナチュラルなんだよ。俺だけ不利だろう。手遅れだろ、これ。あ、加藤さん、じゃあ、スゴロク条件満たしたら一人や。オッケー。それ、なんか自動ドアが。はい。っていうかもうね、ほんまにね、どうちのさ、コネでしたけど、ちょっと、バカばっかなんですよ。結構、写真見たら人おるときでしたよね、あれなんか。あの、ピーク。ね。ピーク始まるぐらいの前やったけど、はい、店の前にさ、はい、この空になったコンテナとかを並べとくね、はい、そしたら業者が来て交換してくれねんけど、はい、もうコンテナをさ自動ドアにくっつけようね、はいはいはい、自動ドアがもうコンテナとかもうカチッってコンテナとくっついちゃってさ、はい、開いたところに、はい、もう縛らんでコンテナにぶつかって、はいはいはい、自動ドアが、はい、だからずっと開きっぱなってて、はい、で誰も気づかへんねん、はい、もう俺は気づいてて、はい、でいいや、自動ドアに突っかかってるじゃん、あれ引っかかっちゃってるでしょっつったら、はい、本当だみたいなって、でそれの直し方も分からへんねん、うん、アホやからなみんな、はい、でまあ、自動ドア戻してたら、はい、ちょっと視線感じてパッて見たら、うん、加藤君飯食い終わってちょうど帰るとこやって、うん、で「おっ!」っつって、うん、で「いやもうちょっと遅く来てくれたらさ、ああそうだね、その無敵エンペラータイムやから、おじさん切れちゃってたよ」っつって、おじさん何でもしてくれる、おじさんサービスしちゃってたよ、うん、みたいな感じで、すごいサービスしてくれる、今からですか、それで今からなのよっつったら真顔でヒュッて携帯出して、シュッて急に取り出して、そしたらさ中国人スタッフがさ、ヤバい客来たと思ってさ、何何大丈夫大丈夫、何ですこれ、大丈夫ですか、何です、確かにヤバいやつよ、で俺は俺で何も言わんと見てるやん、で加藤君ずっと無表情でさ、なんか揉めたんちゃうかと思うよな、う大丈夫っつって、で帰って、もうでもすぐさま X にポストされてて、してた、仕事早すぎやろと思って見ました、いやいや本当にね、はい、また来てくださいね、はい、皆さん今んとこ結構だから、カルビちゃんも来てくれるし、そう、加藤さんも来てくれるし、新人の子がね入ってきたっつって、はい、言ってましたね、なんか噂ではもう辞めたいですみたいな裏で言ってたらしくて、なんでなん、恐ろしいで、辞めたい理由、なんでなんですか、臭すぎるやって、臭い店が臭すぎる、そんな臭いイメージないけどな、ああいう系列は、いや、そうやね、ほんで、グリスもちゃんとやってるんでしょ、グリスともやってる、いや、まあ、グリスとやってても臭いよ、まあまあ、でも言うて知れてるでしょ、そんな知れてんだから、俺と違う理由やと思うねんけど、でも一回うんこの匂いしてるんだ厨房が、はい、もう行った瞬間にうわってなって、うん、えってみんな平然として働いてるからさ、俺匂い飲もうと探していって、うん、そしたらなんかレジらへんがさもううんこの匂いやって、レジがそれもで俺で水使わん場所やからさ、うん、えって俺その時その新人くん呼んじゃって、うん、鼻強いかなと思って、うん、ちょっとにおってっつって、プルルルッ、でも匂いのもと分かれへんなんかレジ周りが臭いねんって恐ろしいことになって気づいてんけど、気づいた、うん、昨日、うん、モンゴル人の子今おんねんけどさ、はい、もう俺めっちゃ好きやねん、もう太っててプクプクの男の子でさ、可愛らしい、なんかめっちゃ頑張ってもう顔真っ赤なりながらさ、はい、もう一切妥協せんとさ、もう全部の仕事して帰ってくる、素晴らしい、その子が臭いっていう話が急に出てさ、人の臭さか、いやでもうんこやで完全な、そのさ
あの人何歳みたいな話になってて、うん、でそのモンゴル人の子が、あれおっさんでしょみたいになって、うん、いい若いあれ学生学生っつって、うん、っつってだってちょいちょい食べに来んねんお客さんで夜中、うん、もう顔とか素顔とか知ってんねんけど、うん、もう若いねんな、うん、まあ太って、まあ、まあでもおっさんっぽいっちゃ、うん、見た目は坊主やし、そしたらっつってそんで20代前半ぐらいだと思うでっつって、20代前半であの匂いは出せないでしょ何あの匂いって言ってたら、めちゃくちゃ臭いですよ彼っつって、その時うんこの匂いした時その子おってん横に、うん、でどうしましたかあのさんみたいな感じ、うん、いやでその子に言っても多分日本語がうまいことしたから、いや大丈夫大丈夫うん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 ってずっとその子大丈夫ですかってずっと妖怪でずっと横おったわ、いやちょって考えたらうんこ漏らしてんだあの子、だってうんこなんだってお風呂履いてる匂いとかじゃないんでしょ、うんこ完全なうんこだめっちゃ怖かった俺、だからうんこ漏らしたやつおると思って、うんこなんちゃう、レジの下にうんこ隠したんちゃうか思ってなん服の匂いとかでもなくじゃもううんこで今匂わんから、うん、ほんまにそのモンゴルの子うんこ漏らしながら働いたんかな、もしかしたらその言えんくてとか漏らしなんか恥ずかしくて言えんくてとか、いやその日も一切妥協せて走り回ってたであれうんこ漏らして走ったって考えたらプラすぎんねんけどうんこ漏らしまあまあ僕はうんこ漏らしてライブ出てた身やから何とも言われないですけど、お前あんたも平然としとったなうんこ漏らしてラジオ出てラジオあってでまた移動してライブでもその感じ出してたな、あのモンゴル人平然としてたぞ、あの子、いやだから漏らしてる人ほど平然とするんじゃん、やっぱし、あもう開き直ってたってもう失うもんないみたいな、うん、まあ、もう失った後やからな、失った後やもんな、そっか、そう自分で気づかないもんなんですか太郎さん、あ太郎さんもめちゃくちゃ気づいたから、だから隠蔽しようと必死隠蔽しようとしたけど、その彼はもう俺よりもっともっと上も徳を積んでるタイプやから、もう別に何がですかぐらいのおたくどちらさんですかぐらいの感じで漏らしてますけど、その子は何ですか どちらさんですか、あそのモンゴルの、うん、いやもう俺リーダーやリーダー、余計分かってはる、ちょっと話そうリーダーちょっと話そう、余計分かってはる、リーダーこれどこからお金出てはるのって感じで彼は漏らしてるの、本部じゃ本部が彼出してる時給、ちょっと話そうリーダー、ちゃちゃちゃ話した後で働いてるんだろ、だって話して契約ブースで働いてるでしょ彼は、その状態で働いてる、そのモチベーションですごいね、だからモンゴル人じゃないらしいね、噂ではちょっと何ですね、それは知らんよ別に、それはそいつに、いやその子調子どうって言われて店長に、あめっちゃ頑張ってくれてますよ、もう必死にっつって、うん、あの真面目な子でっつって、うん、モンゴルの方なんですねっつって、違うよって普通に言われてでもモンゴルって言ってたらしいね、そのなんかうちモンゴルって中国よな、ああそうやったんちゃう、うちモンゴルって言ってる可能性もある、そんなよね、ちょっと勉強したよね、なんかそれややこしいねんね、揉めてるとこというか、そので、あでもその子若いイメージ若いねんけどさ、うん、友達連れて飯食いに行くんだけど、はい、いろんな友達全員男やねんけど、はい、全員おっさんやわ、うん、なんだおっさんなんかな、なんでしょうね、そういうコミュニティがあるんかな、か留学生かなんかの、うん、かな、また話変わるんですけど、ね、はい、ついにあのうち の, あの芸人1年目の子、あ、はい、ついに店長に怒られたらしい、あ俺はちょっと心配やったな、あったんやけど、なんかそういっぱい食べるからとかじゃなく、あそれです、あそれやっぱそれかあのそのまあ僕はその、まあ、知らんやん、はい、うん、勝手に彼がやってることやから、はい、あのこの間風邪で休んだら休んだ日があってんけどさ、はい、電話してんて、はい、すいません今日とか体調不良で、うん、休ませてくださいって、はいはい、店長が、あのなんで風邪ひいちゃうのって言われたらしくて、いやいやいやそんなこと言われてもみたいな感じで言ったらしい、まあ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 ね、まあね、そしたらいやあのさ真面目に働いてる人だったらさ、うん、店長はさいつもお疲れで大変だからね、いいよ休んでねってこう優しい声をかけるんだけど、うん、真面目に働いてもないし店の食材持って帰ってる人にって言われて、店の食材持って帰ってる人にいいよ休んでとは言えないよね店長はって言われたらしくて、あもう普通向けに
みんな知ってるよみたいな感じだったらしい。もうじゃあ在庫とかでもうあいつやって。在庫とかっていうか、まあ思いっきり持って帰ってるから袋に入れて弁当作って、あのこっちはあそのなんか押してボタンちゃんとその従業員食事押して持って帰ってるのかとか思ったら、はい、あのそうでもなかったらしくて、それ押せば大丈夫なんでしょある程度その、まあ本当は持って帰ったらあかんけど、まあ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 許してあげるよって言われる。それもやってへんのでしょ、まあ、でも前提条件として真面目に働いてないっていうのがあるから、もうぐうの音も出ん状態、うん、どうだったの、え僕は戦いますって言ってた、ブリ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 、それ絶対負けると思うでつ、それで言ったらしい、いや僕は捨て、うん、本来捨てる揚げ置きとかの、うん、あの揚げすぎたやつとか捨てるやつを持って帰ってるだけ だけなんで、もったいないしっていう、ね、もったいないのをも、はい、捨てるのもったいないと思って持って帰ってるんですよって言ったらしい、はい、そしたらそれでもダメだよそんなもったいないから持って帰っちゃって言ってダメだよ、ちゃんと食事のやつは押してくれたら僕は言わないから、まあ、そうやね、そうや、で彼は諦めんかって、うん、昼のリーダーに次会いに行って、うん、あの知ってましたかって言ったら、いや私知ってるよつって、ちゃんと押そうね、うん、いや押したくないなんやねん押せやもう捨てるもんだ捨てるもんだからつって、で勝手に提案までしたらしくて、じゃあこれどうですかつって、どうせ捨てで、あのそれはそれで捨てるやつは廃棄としてちゃんとやるからって言われたらしい、はいはい、うん、じゃあ今度から僕が何個何個廃棄しましたって置き手紙置いて持って帰るのだったらいいんですね、どんな戦うんですかって言ったら、えダメ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 って関係ない関係ないみたいなこいつもアホそれ戦わずさ、うん、ちゃんとしばらくやっとったら店長もさ、うん、もう今日はじゃあ持って帰っていいよとかやってくれるわけやん、戦うからもうそれ店長も戦われたらもう腹立つもんな、しょっちゅう体調不良で休んじゃうから、うん、それもあかんやんラジオ聞いてくれてるか、うん、でもまあ昨日めっちゃ頑張ってくれてて、はい、うん、あのちょっと僕がその ラジオの話をしたらね、うん、うわ大変ですね、うん、今日僕に任せてくださいっつって、おー、ええやん、うわやって、うん、死ぬほど唐揚げ食ってたまあまあまあいいやんごめんもう開き直って唐揚げ店で食うてたで、持って帰れないから、あ分かれへん、もいやでも食ってもあかんねんあの唐揚げ普通に食えんのいいないいでしょ、僕たまにほんままれにね戦艦のあそこで食うんです、ビーマン終わりとかに、実はあの唐揚げうまいんですよ、唐揚げね、いいでしょあれ、あれお菓子を飲んでもわしはちょっともうなんかあこれぐらいでいいかと思っちゃうけど、ほんまはもう特盛り3つぐらい食いたい、いいよ、いやちょ食えないですよいや僕が食えないんであれなんですけど、ほんま食いたいあの唐揚げうまいわ、ジューシーで、あのさめっちゃおかわりするおばちゃんが昨日来てさ、はい、大盛りって大きい声で言いたくないんから、うん、ご飯をご飯すいませんご飯おかわりでつって、はい量はどうしましょうか、大盛りですか、あおんぶがうん、結構口だけで大盛りでした言いたくないんちゃう気分、あーそういうことめっちゃ食う人と思われたくない、巻入った、はい、マカさんマカさん、こっからはでも恥ずかしさ、いや恥ずかしさあるんですかね、お弁当でもね私あのお客様がね特盛りとなんとか唐揚げ弁の特盛りと、あの実はあのお恥ずかしい話、僕むちゃくちゃご飯食べるんで特盛りともう一個ご飯つけていただけますかって言われて、あ全然お金払っていただけるんやったらつけて、ハハハハってガチャって切られてんけどめっちゃ持っていったよ、ちょっとサービス欲しかったサービスなんかな、多分サービスにして欲しかったんかな食べる子には、いや別にえ待ってもちろんお金払ってくれるつけて個人でやってる町の弁当だよ、いやと思われてた町の弁当や思われてる、大丈夫です別に、よし柔道部頑張っていっぱい食えと思ってたんかな、いや別にそんな100円か150円ぐらいやから別に払ってくれればつけるけど、別にそんなね、知らん人にそんな俺、いやそれなんでサービスせなあかんの、知ってる人やとさそらちょっと気持ち悪い、なんで知らん人に俺こう、そんな食うんすか分かりましたってなるわけないやんそんなやつ、そいつの後でじゃ名前とか後で発表しな電話番号とか知ってるでしょ、いやギリギリねあなたのねこの肝カツぐらいの範囲までいっちゃう、上はそれぐらいまでいくから、もしかしたら特盛のもう一個上の人やったりするかも、あもしかしたらほんまに被るかもしれんよな、まあ食べる人は素敵ですよ、そうです、いや羨ましい、結局食べる人は羨ましい、ほんまにきしょいきしょいね、え
そうっすか。はい。すいません。じゃあ、こちらも行きましょう。はい、タラさん、いつもの言っちゃって。喧嘩ラジオすごろく。さあ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 、今週も始まりましたよ。はい、喧嘩ラジオすごろく。結構溜まってきたんじゃないですか。今、ギャルさんに聞いたら40ぐらいやと。あ、うん、そうか、もうちょっといってみよう。もうちょっと。もうちょい、もうちょい欲しいね。あと2週ぐらいやれば、うん、っていう感じかな。結構マスがないと。2週はあれか、もうちょいか。もうちょっと。2、3週、3週、4週。まあ、年明けとか、なんか1月とかにできたら、なんか縁、ね、縁起良さそう。え、これ。縁起は良くないやろ。こんなゲーム何がね、このベロチューとかあるの。縁起は良くないやろ。スゴロクといえばっていう、まあ、あ、なるほど。あ、スゴロクといえばなんか正月のな、確かに、あの正月親戚とか集まって人生ゲームみたいなやるもんね、はい、もう久しくやってんけどそうだね、親族集まって人生ゲームって今思ったら何あれ。やってたよね。やってたやってた、うん、俺初代やってたよ。初代もちゃんと買ってやってたよ。あれね、僕もやったって家にありましたよ。なんか赤札っていうのな、はい、約束手形、約束手形、 あれが借金やねんな、うん、あったわ、そんなあったあった、約束手形ってすごいよく考えたで、そういう感じで、いい感じで、これをバドワイザーみたいな、そう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 、ね、ああそんなやったっけ、さあ赤と白、いい感じにね、すごろくできるようにね、で、すごろくライブを行うんですよね、いつか、やります、必ずやります、はい、はい、そのためにやっております、これを、で、喧嘩ラジオ聞いてくれてる人をこうやる人で読んで、演者はね、もう大二郎は決定、もう勝手に決定して聞いて、ね、聞いてないけどな、彼は大二郎決定で、ああ、そうか、大二郎か、大二郎、大二郎、大二郎ファミリーなんで、そうやな、かなりのファミリーなんで、はい、はい、ということで、じゃあ今週も早速読んでいきましょう。はい、1つ目、はい、ケンカラジオネーム大ニンニク組7番隊隊長、うん、三日数の極み、おう新しい方ですか違うと思いますけど、はい、まあまあ内容見てみて判断してみましょう、はい、もしかしたらね、1マス目、はい、ギャリックはギャリーと、うん、ニンニクを食べる、お2マス目、うん、太郎さんまたニンニク食べたでしょう、うん、ニンニクを食べる、うわいいな、3マス目、ニンニクはスペイン産がいいんですよ、そういいな、紫のあのニンニクを食べる、うわ4マス目、うん、ニンニク肉田、うん、ニンニクを食べる、5マス目、うん、ニンニク肉田、ニンニクを食べる、う6マス目、ニンニク肉田、ニンニクを食べる、めっちゃ食べるやん、米印、うん、スタート地点から最初の6マスに連続しておいてください、おもう最悪やでこれ、スタートからだからもうだから絶対だからだからニンニクスタートってことやから、ね、だからこれをね、うん、あの防ぐためには、はい、あの6面サイコロでやってはいけない、そういうことやな、うん、人生ゲームみたいなのぐるぐるって10ルーレットとかにしたらこれ達成、あの一応脱出することができるけど、最高でしたら 100% 食う、もうみんなが食う、まあ、な一発食うってことやもんな、みんなが全員がだってニンニク食ったら臭いやつらの臭いやつらライブやん、臭ライブ、その時はお客さんにも食べます、あ、いいっすね、振る舞って、はい、焼いたニンニクを、はい、みんな下見つけてくれ言うてね、オリーブオイル焼いたらこういい感じに匂いも出るんでね、しっかりと、ニンニク、ニンニクはでも俺フライドガーリックかな、あんま焼いたん食ったことないわ、あ、まあでも、うん、あのそのオリーブオイルたっぷりにしてフライドガーリックっぽくすればもう匂いもすごいよ、特にスペインさんはすごいぞ串焼きとかもないですか、あ、串焼き、ニンニクの串焼き、あーなんか見たことあるわ、あんなんホイちゃんがよう食べた一時、はい、あのあれ何焼肉でホイル焼きホイル焼きね、はい、あれでもなホイル焼きとかってなんかちょっとなんかね、あれさシカゴ実業の、そうそう、うん、山本プロ野球と昔なんか、あ、じゃあの大阪から東京来る時むちゃくちゃ田舎のバカでかいマルハンで金儲けして行くぞっつってしこたんを負けて負けてるやん、あの帰りに焼肉屋、そこの田舎の焼肉屋でしこたまにんにく食ったっていう思い出があるんですよ、はい、で、ホイル焼きがなんて、ホイル焼きはね、多分まるで焼くやん、まるでっていうか、うん、だからやっぱちょっとね、ちょっと匂い抑えられちゃうのよ、だからやっぱ抑えられるんや、切って、なんか何なんか美味しいもの見てんけど、なんか出んねんって切ってなんか、よくわからんなんかかな、うん、それを、あのオリーブオイルとかでやったらもっとブワッと匂いも出るし、パワーもつくし、お
ステルでやってる？ステルでやってます。おヒュー風吹いてました。ああ突き抜ける。お前やんなよそれ。おやまあ。なんとまあやったっけね。なんとまあ。なんとまあ。ちょちょちょやんなよ。お前はやんなよそれ。つけるける。そんな言い方やれよ。今何何さっきの。つけるつけるつけるってるやん。おやまつけるナミさん。いやいやナミさんは俺言ってないよ。ゴールデン南。いやだからゴールワンピースのナミさんじゃないんですね。はい南ナミさんです。うわいいですね。はいはい。南ナミさんはいい。はい。南ナミさんも、あ、南ナミさん呼ぶ。南ナミさんで合ってるよね、あれ。ナミ、ナミナミナ、じゃないよね。大丈夫やんね。俺ら分かってくるけど。俺ら勝手にちゃんと分かる。いや、一緒に飲みに行ったこともないし、ちょっと分からないんですよ。ナミナミっていう、なんか、芸人さんもおったからさ。はい、南ナミさん大丈夫よ。合ってるよね。まあ、分かんないですけど。めっちゃ失礼なことしてるよ、俺。はい、これ、もし、あ、間違ってほしたら。はい。あ、でも、ゴールデンミナミやから。あ、はいはい。ミナミナミで合ってるわ。じゃあ合ってるんかな、多分。だ大丈夫大丈夫、はい、あのユニット組んではんねん今。ああ事務所の、はいはいはい、ゴールデン、ゴールデンなんとかさんっていう人と組んで、確か女子会っていうライブ出てるでしょ、はい、ね、やってますね。大丈夫でしたか。あ、そのゴールデンナミって調べたんですよツイッターで、うん、じゃ金色のドレス着てるワンピースナミ出てきて、あ、やっぱまあまあそれはな。ちょっと笑っちゃいました。何それ、何の時あれかな、あのゴールドの時かな、多分そう、テゾーロ、はい、の時かな、もしかしたら今頃またテゾーロ実装された、これが出てきた。うわ、ちょっと見して、エロこんなん買う人おるん多分需要があるからあれになっ、フィギュアになってるじゃないですか。ああ、まあそういうことですよね。じゃあ南ナミさんもいつか、はい、フィギュア化されるってこと。いや、まあ、需要があれば。すごい需要がある、まあまあ、もちろんそういうことですよ。ちょっと何言ってんねんな、俺。はい、本人聞いたらめちゃくちゃ嫌がりそうやな、一生あいつら。まだ1個目ですもん。まだ1個目です。行きましょう、そうですよ。ね。大ニンニク組、はい、ね。これ、大を入れてニンニクって読むかな。大ニンニク。大。いや、大って呼ばんさん、そうやな。ニンニク組。ニンニク組7番隊隊長、磨かずの極みで良さそうやね。そうですね。第2の磨かずの極み。馬人のキスミでいいな。はい。そうですね、馬人のキスミ、7番隊隊長、馬人のキスミですね。あの人でしょ。はい、あの人です。ニンク絡めてこんな、なんか語呂合わせみたいなのしてくるといえば、はい、あの人でしょ。ありがとうございました。ありがとうございました。あの人。さあ、続いていきましょう。ケンカラジオネーム、はい、第5位のおじゃきさん。2回攻撃っていいでしょ。いや、2回攻撃ですね。多分、そういうことでしょ。クレープの海綿体抜き。このゲーム中、みんなが忘れた頃にプチピストンみたいな関係のない言葉を一度だけ言わなければならない。いいじゃないですか。クレープの海綿体ね、確かに抜き ね。はい、確かにそういうことね。これだからニュークレープさん。はい、ニュークレープさん、海綿体さん抜けましたから。ほんまや。でも今後はネタ書いて、ネタ書くんでしょ。ね、言ってましたね。変わらんやないかみたいになったけどね。はい、ね、プチピストンみたいな、あ、いいですね。あ、で忘れた頃に言わんとダメなんですね。そう、この時言うんじゃなくてゲーム進んでって忘れた頃に急にパッと言う。テスタルモーメとか急に言うえ、何とかなるってことね。いやいやいや、別にっつって。あ、オッケーオッケー。あ、このマスターじゃあいいじゃないですか。はい、これ別に被害は出ております、ね、被害は出ない。まあこれマスターニンニクだけです、今のとこ。はいね、はい、第5位のおじゃきさん、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。さあ、続いていきましょう。はい、ケンカラジオネーム、はい、保育園無邪気さん。これもそうちゃう違う、え、違うの、はい、違う人、マジで。さっきのがそうっていうわけじゃないですけど、はい、この人は違います。ほんま、保育園無邪気さん、はい、そうじゃないのこれ。巨乳グラビアアイドルが午前11時半くらいにおはようツイートをしているのを職場のトイレで見た。腹が立って嫌いになる。まあこの場合の嫌いは好きってことだけど。なんやねん。卵クラブ、ひよこクラブ、2マス進む。おお、やったわ。おい、2マス進む、まあ、2マス進むがやったか分からんねんけど、でも2マス進んだ時ベロチューかもしれん。ベロチューかもしれんが、そうやね、これやったか分からんねんけど、まあまあ、まあ、確かにな、人それぞれおはようの時間違うからな。昼やろってなるもんね、普通の一般の人が。確かにその職場のトイレ忙しい時とかにツイート見たら腹立ってくるよな。あるやろね、そら。
飲食店やったら11時半くらいって、はい、あのもうすぐ、ね、ピーク来るような時とかやもんな、はい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 、そう腹立ってくるよな。しかもこのアイドルがおはようツイートしたと飯食いに来たらめっちゃ嫌やな。とかね、考える人が多いでしょう。ね、はい、保育園無邪気さん、ありがとうございました。さあ続いていきましょう。ケンカラジオネーム、ブドウ糖 100% さん。ブドウさん、ありがとうございます。コオロギ怪人、コオロギなりし村上が現れた。コオロギなりし村上は周りの人間を殴り回っている、うん、殴られた人間は遥か彼方に飛んでいった、うん、コオロギなりし村上はあなたを見つめながら脱糞している。はてなはてなはてな、うん、私はコオロギなりし村上を追っている研究家、うん、ジャスティン・ジャスティス博士というものだ。ジャスティン・ジャスティス博士。コオロギなりし村上は脱糞に3分を要する。脱糞中が奴が無防備になる唯一のチャンスだ、うん、ジャスティス博士は覚醒器のような機械をあなたに渡して続ける、うん、ジャスティス博士、この覚醒器のようなものは対コオロギなりし村上用覚醒器法カミングアウトという武器だ、うん、さあ現在の借金額、うん、借金がない場合は貯金額を下げるんだ。ああ、下げますってこと。コオロギなりし村上の弱点は売れない芸人の借金額か貯金額のより大きい方を叫ぶときに出る音波のみなんだ。このカミングアウトはその音波を増幅させてピンポイントで打ち出すことができる。時間がない、さあ叫ぶんだ。あなたの借金額または貯金額のより大きい方を叫ぶと暴露するやつね。コオロギなりし村上はひどく苦しみながら体がボロボロと崩れていく。ジャスティス博士から8000円もらう。おそしてもう一つ、またはあなたの借金額または貯金額のより大きい方を言わない場合は、脱糞直後のうんこを手で拭いたコオロギなりし村上がうんこ付きナックルでぶん殴られる。うわ嫌だ。はるか彼方に消えスタートに戻る。うわスタートに、あ、言わんかった場合は言うよじゃあ、うん、これ結構後ろの方に用意されてんのかな、分からんけど、ゴール前でこれ引いたらな、まあまあでも言うけどな、まあ、言うやええだけやからな。だってうんこで、うんこを手で拭いたコオロギなりし村上 の、 そのうんこ付きナックルでぶん殴られるし、うん、からね、だからコオロギなりし村上は何なん、分からへんこいつは。分からん、これマスにするときこれ全文書くんかこれ。見てられへん、見てられへん、聞いてられへん、読んでられへん。何なんコオロギなりし村上、ジャスティス博士と、あと脱糞に3分を要するってなんか思う。2分出てまあまあ貯金額言うやええだけやもんね、借金額か貯金額か大きい方言ったらええだけですからね。まあ暴露マスですね。だからしたら借金額ボン言うたら終わりでしたね、はい、こんなんだって嘘でもええもんな。まあ変な話まあまあなるべくそこは僕のことを言ってもらうけど、めちゃくちゃ冷めたこと今言うたけどまあ変な話、100円とか言ってそれはちょっと嘘すぎるから140円、それは脱糞パンチ食らうんじゃん、もしかしたら。でもそれはほんまやと返せやけどね。そうやね。だから、そ れ、 あるけど、それで殴られたらめっちゃ返せや、うん。で、マスも戻るし、発表するし、マスも戻るしっていう可能性ももしかしたら。そんなもん破綻してもうてるやん。はい。あるんで、ね、はい。あまりにもほんまに借金額も貯金額も嘘すぎた数の場合、ちょっと、そこは空気読んで、何万円とか言うようにすればいいんじゃないですか。なるほどね。ほんまにだって貯金額100円のザラやもんね。120円、借金ないけど貯金もないぐらいの人は、そういう人おるもん、全然おるから別に世の中にはね、はい、ブツブツなってきてますよ。でしょ、とんがってきてるでしょ、はい、戦ってんすよ今体がね。はい、ということでございました。ブドウと 100% さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いてのメールが、うん、実は先週来てて、はい、迷惑メールフォルダに入ってしまったメールでございます。あら、なんか入っちゃってたんや。はい、見逃しました。いやいや、これ太郎とも前言ってたんですけど、これ なんで行くんかな、何がきっかけで行くんでしょうね。 AI が判断、 AI が判断です。うん、多分勝手に判断されてるっす。それで太郎とその話してて、はい、実はツンツンポイポイっていうワードがそうなってんじゃないかですかね、なんかいやでもそれだったらもっといっぱい入ってないと、あ、まあそうか、計算に合わない、うん、あ、数字、今パッと見このメールに多いの数字、と考えられるのはもしかしたらアドレス、あーあー、なるほどね、はい、がちょっと特殊なアドレスを使ってる場合とかだとなんかパッと入っちゃうことがあると、なんか卑猥なやつとかキャリアメールとかじゃないとってことですね。パソコンからのメールとか、まんまんピクピク
まあ、gmail.com とかそんなん逆に OK なんじゃないですか、まあまあ、そのアドレスがだからそのなんかあのチェーンメールみたいな感じのアドレスになってたらこれ多分迷惑メールやってる、オーダーアットマークみたいな、なんかようあるというか、なんかあのめっちゃ来るあれやね、怪しい。なるほどね。まあまあ、すみませんでした。はい、選手、申し訳ございませんでした。はい、早速読んでいきましょう。七瀬さんなんですね。お名前ないんですか？あ、そうなんですね。はい。みんなで借り物競争。ああ、いいじゃないですか。まず、客席の毒人間、足立たちで、何かしらのズンズンポイポイグッズを会場に持ってきている人に挙手をしてもらいます。おお、はい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 。各プレイヤーは、すごろくの順番で、一人ずつ挙手している人を指名していきます。はい、あなた、指名し終わった後に、一人ずつそのグッズを見せてもらい、はい、そのグッズの金額が一番高かった人を指名していたプレイヤーが勝利。はい。はい、5マス進んで、そのグッズ分のお金を得る。おお、いいですね。いいですね。かっこ、順番的に挙手している人がいなくなって指名できなかった場合は、0円扱い。ああ。グッズが同額だった場合は、ギャル猫、ディルちゃんで話し合って、レア度の高いと判断されたグッズが勝つ。おー、はいはい、オリジナルグッズは1円扱い、はい、会場にグッズを持っている6人に足立が1人もいなかった場合は芸人を引退するが引退する前に誰かが物販で何か買うことで引退を差し上げるんですね。オーケーオーケー、じゃあ売れるということですね。だから頑張ってグッズはだから持っていっとかなあかん当日、はい、分かりました。これだからもう持ってくの忘れましたってなった瞬間に引退よ。引退ですよ。こんな悲しいことないよ、はい。まああと、まあ、グッズ持ってきてる人がいてくれりゃね、とりあえずね、はい、なんとか引退せず済むと、うん、こんなふざけたライブで引退って地獄すぎるよ ね。そうですよ、はい、レアで言うと、まああれじゃないですか、アビスゲート手ぬぐいとかも。あ、そうかそうか、そういうのが出てくるか、ね、レアなんじゃない。そうやね、レア度高いね、あれは確かに。ザコシは、あ、ザコシもいいんじゃない、レア度高いんじゃない。あれ全部手書きやから全員ちゃうねん、あれ、うんうん、じゃあ結構持ってきてくれはるんじゃないんですかね。まあ一応今言えたんでここ で一番レアは多分豚マルキのステッカーの可能性出てきますから。いえ、いつは何気にも6枚ぐらい売れてんねん。6枚だけしか売れてへんの。そうや、だからレアザコッシュの方がザコッシュレアじゃないじゃないですか。ザコッシュ50 手ぬぐいも50やろ。ザコッシュ結構売ったよ。豚マルキが一番レアカードになるのか。なんで売れへんねんあれあれどうしたやねん。ほんまに貼っていくよ俺。いろんな場所に。はい、ね、言いますじゃないですか。ちょっと面白います ね、はい。ということでございました。七瀬さんですね。ごめんなさい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、続いてのメールが、このコーナーメール、ラストでございます。あります。結構埋まりましたよ、今回も。ケンガラジュネーム、ブドウ糖 100% さん。ありがとうございます。何回声聞いた？ 2 回声聞いた。2回かな、今日は。はい。ででーん。太郎、アウト。太郎はスタッフにケツをぶたれる。以上です。ちょ、これをだから画伯が引いたとしても太郎がぶたれる。そういうことでしょ。大二郎が引いても俺がぶたれる。めちゃくちゃいい、これは。ケツあの棒で殴られる。あれ痛いらしいで。めちゃくちゃフルスイングやから。ね、まあまあこれ引かんかったらいいだけですから。まあそういうことですね。ね、はい、ということでございます。ブドウと 100% ありがとうございました。ありがとうございました。1、2、結構埋まったね。いいやいいや、4、5、6、 OKOK、 今週も6このペースで6マス埋まっております。ありがとうございます。こんぐらい来ていただけたら本当にゲームが実現していくんで、ね、ありがとうございます、はい、皆さん。さあもうあとたまあこ今年いっぱい、はい、やりゃ確実に出来上がるなという感じでございま す、ね、コオロギなりし村上ということで、ね、一番意味わからんすぎて借金額、貯金額発表するだけのマスでいいのに、はい、コオロギなりし村上だけど、あの部分カットできんの、わけわからんやつが出てきたからコオロギよ、わからんやつなっとんねん、これあれから借金額か貯金額言うだけのマスやのに、ね、コオロギなりし村上ということでございます。はいはい、また来週も、皆さんの、楽しいスゴロクマスをお待ちしております。お待ちしてます。ガンガン送ってください。以上、ケンカラジオスゴロクのコーナーでした。ありがとうございました。ケンカラジオではコーナーメールも募集しています。アドレスはケンカラジオ@gmail.com、ケンカラジオ@gmail.com。来週のコーナーもケンカラジオスゴロクです。ケンカラジオのスゴロクを作りたいので、どんなマスがあったら面白いかを考えて送ってください。ケンカラジオは基本的に金曜日に収録しているので、前日の木曜日中に送っていただけると助かります。皆様のメールお待ちしております。
なお YouTube でメンバーシップを開始しました。月額390円でメンバー限定動画が見れます。ラインナップは今後も毎月更新していきます。また11月11日に行いましたズンズンポイポイのケツ穴確定穴確なのかの映像ツイキャスで11月29日まで販売中です。ライブは開催当日から3ヶ月後を目安に YouTube のメンバーシップの方にも公開しますので、お好みの方法でご視聴いただければ幸いです。その他詳しい情報は X のズンズンポイポの YouTube アカウントをお確かめください。あと僕が仲間内で行いましたスピライブすごく評判良くて、まだまだ20日まで見れるみたいなので、2枚しか売れてないで。次回ザンゴさんのオファーかけてるんで。いや、いいってよ、やめろや。かけてるんで、次回のため、予習のため、皆さん買ってください。20日まで見れますよ、ね。ザンゴさんものがスピリタイってことで。そんなことあるか。ザンゴさんのスピドリンクも飲めるんちゃう、もしかしたら。俺のザー汁を。リッピー飲ました。いや、寄稿者なんですよ。あ、そうか。で、旦那さんもライブ見てるんで。そうか、そうか。旦那さんも一応ライブ見てるんですよ。じゃあ、おつるさんに。いや、すまん。それちょっとリアルになるかやめてください。いや、別にリアルじゃないやろ。リゴとかにして、リゴとかにして。リアルになるってどういうことやろ。リゴとかにしてください。リゴに。リゴに飲ませます、じゃあ。はい。俺の母乳。もう、気象行って、俺。いや、そうですよ。気象神の小野さんもね、オファーかけてなんか出てくれるということで。ちょ、まだ聞けそれオファーかけてへんやん、それ。嬉しいですって LINE 来たんで。僕でいいんですかって LINE 来たんで。怖いなんすか、僕。顔面蹴り上げるで、お前。下からの、顎の先っちょ蹴り上げるで、お前。続々ラインナップ予定してますんで、いろいろ。気象が悪い。はい。オファーかけてくんなよ、殺すぞ。ありますんでね。はい、お願いします。はい。で、決断確定がね、4月ぐらいまで。はい、日程確定したんで、取りましたね。ちょっと今から発表させていただきます。はい。ちょっと待ってな、ツイキャスって言ってるけどさ、はい。X になったのにさ、はい。ツイキャスは名前変わらんねんな。ああ、まあツイ、うん、あ、ほんまやね。今思ってん。ツイートキャスティングやもんな。はい。もうツイートってないやん、今。はい。なんかあんのかな。ポスキャス？いや、多分関係ないんじゃないですか。実は。関係ないんか。別会社なんか。ないと思います。ただ乗っかって作っただけなんかな。詳しくは分かる。おもろいの見っけたやろ、俺が。ちょっと調べといて。あれ、何これ、え、なんか冷たいな。偽物メダリガのパーカーして。あ、なんで知ってる。偽物の。それ小学生が貼り付けたやつでしょ。そう、はい。はい、このメタリカとラモーズセット2900円やったんで。そんなもんあるわけないやろ。叩き売りも叩き売りやな。こう、下の変な生地こうなんか。何それ。これも6年ぐらい着てますから。どうやったらそこ汚れんねん。気持ち悪いな、お前。クッキー焼いてるさ。こら、何や、その態度。やったら、お前これ。えこら、あ、ちょ、ベタベタ、ちょ、やめて、大事やから。ステロイドが俺に。いやいや、なんで実況みたいなのいらんねん、今。そうやで。遊びやないんや、これは。遊びですよね。はい、えっと、あれです、やっぱ。こんなん送ったら、お前、ミクル君、ミクル君、まね。ミクル君。いかんか。うるさいから、それは。リクトは笑ってくれるかもしれんけど。笑うわ。アホやな、この人ら、とか言ってた。一応、そのツイートっていう言葉がさえずるっていう意味になってるみたいなんで。あ、じゃあ、だから別に。はい、そのツイッター由来の言葉でもないっぽいです。あ、そういうことだよね。じゃあだから別に。が作ったワードではないので、使ってるって感じ。いいんじゃないのっていうことね。わかりました。はい、うんこついてない俺。うんこついてるよ。すごい。うんこついてるよ。飛んで。え？ビチャンってダーン、ビチャンって飛んだんじゃん。いや、俺脱いでやってやろ、うんこせめて。もう、あれっすね。こうマスの例とかもう無理っすね。無理。悪いけど無理。はい、じゃあ、その、決断確定のね、12月が、25日、25日、クリスマスにございますね、はい、先ほど言いました。聖夜にやります。1月年明けですね、はい、1月が、16日の火曜日。16日火曜日ですね。はい。でございます。はい。僕が歯医者の翌日ですね。あ、まだ行くんですね。あ、まあ、あれか。定期検診です。3ヶ月に1回とか。もう余裕のやつか。はい。で、2月が、15日、はい、木曜日。25日木曜日。はい。で、3月が、はい、9日土曜日。9日土曜日取りました。
4月まで撮っております、はい、4月が13日土曜日、土曜日です、はい、なっております。4月まで撮ってますんで毎月やるぞという、ぜひぜひ皆さんこれをスケジュール帳にがっちりキープしておいてください、はい、皆さんのアンケートが我々を強くする、はい、そういったライブでございます。よろしくお願いいたします、はい、これで本当にね1年経った、もう今までないぐらい頑張るわけじゃないですか、で1回戦落ちたらもう2人で YouTube でしこり配信やります。お前1人でやれや生配信しこります2人で掛け合う、掛け合います、掛け合い、これがほんまの掛け合いや掛け合い漫才やみたいな感じ でやりますって言った後に、掛け合い漫才やって言った後にもう無言やな2人とか泣いてんねん。そうだよ、全部こんな頑張って1回戦落ちたらそれはもう掛け合い漫才、よく見たら泣いてるし、よく見たら3人目の男がおって横に、うん、全然知らん、めっちゃケムクジャルなめっちゃチンコでかくて、で顔ひょっとこやね、顔めっちゃおもろいな、そいつ。そういうとんでもない映像が世に残る可能性も、その、はい、悪夢だけは回避するように頑張ります。で立ちで椅子から立った時さ、うん、俺ら170歩かないから死んじゃうけど、その大男どう考えても2メートル80ぐらいあんねん。入らへんよだってこのアパート入らんないでしょ。で寂しい顔してんそいつも。どうする、まあ、で一緒に酒を飲むかな。ジョイサウンドのハイボール飲むから。ジョイサウンドのハイボールなんか飲みたないわ。くっそ、あれほんま。じゃあラジオを読みますか。はい、じゃあ行きましょう。はい、演歌ラジオメールのお時間でございます。はい、よろしくお願いします。はい、では早速読んでいきましょう、はい、おいん、サブスク始めたから早速入っていろいろ動画見てたけど、ん、未来の子供たちへのキモカツドキュメント全然おもろないやないか。できりキモカツの厨房でザーが絞りたてのザーメンをカラッと揚げてみたみたいな動画かと思ったのに。わしはこんなもんに500円出す言うてたんか。あと祝い羨ましすぎるやろ、死ね。いやそれやろ、それ言いたいだけやろ。絞りたてのザーメンってカラッと揚げれんのかね。一体どうなんだろう、上がるんかな。いやあのね期待というか溶けるはずや、確か。そうだね。どうでもいいわこんな話。卵を絡めたりしたらね、ちゃんとそのナンバーみたいな感じで。でも飛び散りそうで怖いけどな、跳ねて。あ、まあね。はい、まだ続きあります、ごめんなさい、はい、先週話されていたワンピースの早バレ問題について。あ、はいはいはい、そうあった。これは鬼にわかの私がネット上で聞きかじった話なので、うん、あくまで話半分で聞いてください。場合によってはめどってもか。ああはい、これはじゃあ結論から言うと、ザーが言っていた黒幕は集英社の社員説は間違い。違うんです。僕はだからリークしてるやつがおると。内部じゃないってことだね。内部からの破壊ではなかった。内部の破壊ではない。じゃあどういうことですか。北斗神拳ではなかった。じゃあ何と政権になるのか。あ、外部から切る、外部攻撃なのか。じゃあもうじゃあそうやろ。それかゲント貢献になるのか。あ、レーザー？レーザー。要はからレーザーつけて。春子くらいになったら足も差し出すし。貢献、あのあんなもん、拳じゃないよ。レーザー打ってるだけ。ゲント貢献になるのか、どれになるのか分かんないですけど。結論から言うと、ザーが言っていた黒幕は集英社の社員説は間違い。違うんよ。てか、それしても何のメリットもないやろ。まあ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 、それ言われたら確かにな。かつて雑誌系のネタバレはほとんどが印刷所由来だった。印刷所で働いている人間がこっそりシャメダのスキャンダルでリークしていたわけや。しかし今では少年ジャンプは世界各地に展開しており、最速で海外に届くのがネット上の電子版になったんや。各地にいる専属の翻訳家が紙面のデータをいち早く受け取ってそれぞれの言語に直していくわけや。ほうほうほう。ここからバレんねんな。ほうほうほう。だいたい早バレって文字が外国語なんが多いらしいから、はいはいはい、ほんで中でもアラビア文字みたいなんが多いのは中東のワンピース好きの石油王が金を積んで誰よりも早く いち早く見てるってこと。その来週の内容データを入手しているという噂や。そこの、ね、まあまあ噂やね。現実世界の一つなぎの大秘宝は中東の石油王が握ってるという奇妙な話やね。おお、なるほどね。そっからこう誰かがなんかやってるってことか。石油王そんなワンピース好き。俺もチェスト貸してそうやけどな。ま
だから今でもほらサッカーの選手も大量に買い付けて問題になってるもんな、うん、あ石油を石油をあの石油ってそんなもん世界で一番やっぱ儲けれるの石油、まあ、そうなんじゃない、うん、まあ現在そうなんだよ、はい、そこの現在というかまあ、はい、もう日本におるうちは無理よな石油なんか取られへんもんな、はい、日本じゃ、はい、まあ、だから逆にフリーエネルギーっていうのを開発しようとした人は暗殺されるっていうのはそういうその石油が売れなくなっちゃうからフリーエネルギーなんか作られたらじゃあ俺がさ爪からあのエネルギー出すってあでも俺が言ってた、まあ、俺それずっと昔から言ってたけど俺消されるそれをほんまに可能にしたらマジで消されますそれはやっていい俺が爪切った爪だけ集めまくってさ、はい、そっからエネルギー作んねあでもやったら消されますよ本当にあのノリからフリーエネルギー作れるっていう人がおってその人ほんま消されたみたいやしノリってなんで海の海のノリからこれが石油に変わるなるフリーエネルギーじゃないけどこれってなるぞってなって発表しようとしてた人だったら消されたとかそんなのもあるからスタップ細胞とかもそれに近い何かがあるらしいですよおぼかたさんおぼかたさんでおぼかたさんのあの師匠かなんかは一応ねレドローはああまあこれバードあれか都市伝説だけど多分消されてるんでしょうでもおぼかたさんあの後めちゃくちゃ綺麗になってあのなんかフライデー乗ってたで、うん、ねえ AV 出る疑惑もありましたもんね、結構そう待ってたんで やろうとも思ったんじゃないですか思ったわけ当時ねでも設計そこには行かなかった僕は良かったですそんな話してへんねん今何で最後石油王はやっぱ見たいんじゃないですかなるほどね、まあ、はしたがねなんじゃないですかはしたがねあ、まあ、確かにな、うん、あの人だからはしたがね返せよやねおあれ明日金返せじゃなかった明日金返せよなんかあれ結構あるやんねいろんなパターンがあるのかなんかあるよねそこに行っちゃダメさとかそんなんないかそんななかったっすね、はい、すいません、まあ、続きありましたはい、はいはい、先週話されていた女の夜勤はどやねん問題についてどやねんどやねん言ってましたねお俺の同期な、うん、あすいません、うんはい、もうおらんあ森ちゃんだけ生きてるわ、はい、いやどっちも生きてるわごめんごめんはいはい、生きてるっていうのは引退したとかそういう意味で言ってるね、はいはい、あれかあの僕のバイ先が男子校みたいなんですから、ねうん、なんか言ってました、はい、でリルちゃんのところはあの必ず女性社員さんがいるみたいな、うん、いるって言ってたねでくんずほぐれずしてるとはい、ね、昔はい、そういうことです、そういうことです、うん、昔働いていたコンビニ夜勤でガールズバーと掛け持ちで働いていた若い可愛い女の子がいたのですがそんなことするの案の定キモおじさんに粘着されてしまいその対処が大変でしたその子にレジしてもらえるように周りに行列を作ってまでわざと時間差でレジに並ぶ小銭を受け取る時にねっとりと手を触る嫌やね電話番号を渡してくるうわ LINE を聞いてくるうわなぜか会計時にずっと自分の股間を触っているいやもうそれはもうなどなどやばいよただでさえクソ忙しい店なのに品出し中に呼び出されその子のためにレジを代わったりキモおじさんを注意したり、場合によっては警察を呼んだり、マジでいい思い出がありません。あと、鬼越の酒井が毎晩死んだ顔して紙パックのブドウジュース買ってた。ブドウ好きなのよね。なるほどね。ええやん、ええやんね。なるほどな。はい、質問、はい。確か以前に話されていたと思うのですが、はい、ザーさんは女性同士のユリのどこに魅力を感じますか私は上記のキモおじさんたちみたいな存在に耐えられないため可愛い女の子同士がキャッキャしている理想郷へと現実逃避をしています、はい、しかし私自身もすでにおっさんの身同族嫌悪ってやつですな、はい、ケンカラジオネーム神々の深き欲望 AKA NOP さんありがとうございます、うん、まあでもユリが好きってわけじゃないんですよ別に、まあ、綺麗そうやから見てられるってことですよねあのそうそうそう なんつうやろいやわかりますユリが好きとかわかりますそのめっちゃ変な例えで言うと男性女性と比べると女性は静かなんですよ、はいはいはい、クラシック、うん、はいはいはいあの最悪見んでもいい聞いてられる、はい、それに近い男性女性は見ない意味ないからはい、ね、そうやねそうだ聞いてられるっていうのがいいは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 いそれが僕のユリに感じる魅力ですね。はい、まあいいかも、ユリ。まあね、確かにね。これ、ユリってあれでしょ、僕の小学校時代1年先輩にいたユリ君の話ですよね。知らないですよ、僕はその人知らないんですよ。ユリ君生徒会長になるっつって。僕が生徒会長になったら、長年なかった
食堂を作りますって言って一瞬で終わって作るわけないやろっつってそいつが給食あんのにできるわけない給食あんのになんで食堂作るいろんなことがいろんなことを変えなあかんしお金もかかるしそんなガキの一個のあれできるわけないねんからストライク野球めっちゃ好きでさストライクってよく出身だってやってたわ野球時代やってたわストライクって言わへんなストライガーって言うねんいいわゆりくんゆりくんめっちゃでかい体ちょっとレプ顔やったえレプ顔ああゆりくんはレプ顔やったそっかじゃあ今レプとして覚醒してなんかそういう人になってるかもしれんな、まあ、全然そんなアホなやつ別に、ね、レプのあれを覚醒しても全然なんでもないです僕の中ではレプテリアンのインタビューみたいなのがあってなんですかそんな線でよくない私たちは年に2回人間を食べます2人人間を食べます年に2回2回に2人あ年にトータルでなんか規約があってその人は 2人まで年に食べていいっていうのがあって食べますって言ってあなたたちは牛をもっと食べるでしょって怒ってましたねちょ怒られても人間食うなよそうなんですけど殺人やそれだって、はい、法律っていうものがあるから人間の世界にははいすいませんそうでしょはいしゃぶるかいや、しゃぶらないです。俺の指。あ、いや、指もしゃぶらないです、別に。でも、蜂蜜つけんで。あ、ちょっとしゃぶろうかな。あ、だめ、僕、甘いなあかんわ。天然の甘いやつやから。あー、ありがとう、それ、作られてるのじゃないか、甘い。ちゃんと、あの、蜜蜂から絞ったやつ。まあ、それだといいかな。そういう甘さなら。で、糸はんでちゃんと。いや、いい、別にいいです。大丈夫。怖くない？怖くないです、はい。すいません。ゆりゆりねでも綺麗やからいいじゃないですかねか、はい、ストライガーということでねなんかその、気分悪くならないじゃないですかいやそうそうそうなんか、なんか本当に本当に見てられると、うん、見てられる聞いてられる、ね、そうそこにでも自分が見に行くっていうのは嫌やけどそうそうなったらまたちゃうからねそれはもうやっぱりその映像で見るっていうねはいそういうことでございますはいねだからキャットファイトは別にそんな好きじゃない。あ、わかる、うん。あれは何がいいのあれは。わからん。俺はわからん。俺もあれはわからへんわ。別にその別にファイトしてるとこ見たくないから。うん。集中しといてっていうね。はい、そうです、はい。はい。ということでございます。はい。そのとこですね。はい。神々の深き欲望 AKNOP さん、ありがとうございました。さあ続いてのお目目本日ラストのお目目ではないですごめんなさいあーオッケーオッケー分かりましたいい加減なこと言いましたいや全然大丈夫ですはい、ごめんなさい続けます、はいずんずんぽいぽいの小野さん、はい、冬はミャンマーでストリートチルドレンのショタを買って使い潰す人太郎さん違いますよ最悪な言い回しやなこれ絶対違うし使い潰すってすごく嫌な言い方です。すごい嫌ライブや。ライブやラジオでいじられて、そのいじりが滑ったわけじゃなく、受けたというのに、ガチで不機嫌になる芸人さんっていますか？ケンカラジオネーム、ルンルン近所の板ファンさん、はいはいはい。めっちゃいますよ。もういますよ、ほんまに。そのやっぱ関係性じゃないですか、その。はい。だから、なんか、だから多いと思うよ、絶対に。まあ、僕、芸に怒られたことありますし。ああ、僕もありますよ。いや、怒られました。僕は、その、はい、ラジオで、いじったってわけでもないほんまにいじってたのは太郎なんですけど、はいまあ、突っ込んでしまった僕が結果的にいじったみたいな感じになっていてで、ライブのオープニングで怒られるというねお前なんか 俺のことをお前違いって言ってたやろお前ラジオでってその言ってないようになってしまって言ってない言葉がなんかなってたという、はいはい、怒られたりするんでね あると思いますよ、はい、あとはそのまあ、あの、知らない先輩をいじるとかは、あんまりその、やらない方がいいような気がしますけどね。うん、あるんじゃないですか、まあ、ただ、あの、後輩芸人さんや先輩芸人さん言います。ズンズンぽいぽいは会ったことなくてもいじってください。はい。はい。現状、いろんな人たちがズンズンぽいぽいという名前だけをいじったりし、はい、ライブでしてます。いいです、それも。めちゃくちゃしてます。はい、いいです、いいです。めちゃくちゃいい。はい。全問記がズンズンポップいじってるのかっていうなんか噂を聞きましたよ。はい。すごない。リズム取るのズンズンズンポイポイズンズンポイポイだって。ほんまに？何なんかそれは。ライブ呼んでよ。嘘ちゃう。嘘かな。嘘ちゃう。嘘ちゃう。でもあれあの人はほんま。あじゃあそのあのあれやねんなあの X のポストとかで俺 見たりすんねんけど、はい、あのほらまあ今ちょっともうか
あの解散した時8回、はい、あはいはい、8回のなんかライブですごいお客さん入ったやつでは、はい、なんか西渕くんをなんか紹介しようみたいな、はい、西渕くんってどんな人みたいな紹介するやつで、はい、あのそれを答え出した芸人が、はいはい、いつもズンズンぽいぽいのネタ動画を見ているってことで、それさ写真に収められた。ああ、ありがとうございます。え、俺らのネタ動画見るのってあいじられるレベルのやつなんだ。まあ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 。まあ確かにそのあんま良くないネタやってるからね。まあまあそうやね。うん、その子は多分見てんねん。そういうことね。いやありがたい話ですよ。ありがとうございます。興味を持っていただけると、はい、僕ららもガンガンいじってください。はい。でいつの日かライブで一緒になりましょう。はい、死ぬほど、ね、死ぬほど喋らんからね僕ら。僕らっていうか僕。僕らとか、ね。僕はね全く。どんだけ呼んでもらっても多分、ま、ネタ終わったら帰るから、ね。はい、帰るんで。うん、この間もなんかなさつきさんとかなんか飲める感じあったのにな。はい、酒酌み交わしてからですよねみたいな話してたのに、はい、俺一瞬で帰ったからな。結局あの兄弟っていうコンビの子おるやん。ああ。何回かライブ一緒になってる、ね、サクセス系で、うん、一回も喋ったことないもんな。俺は終わり喋りましたよ。あ、どうでした？いい子でした、いい子でした。あ、ほんま、はい、俺いつかちょっと言いたいことがあんねん、兄弟のあの、うん、ロン毛の子に。あ、はい、この間聞きたかったけどやたら牛音で佐野さんと楽しそうに喋ったの、はいはいはい、めっちゃ仲いいねな、こなんかね、ライブ呼び合ったりし、うん、いつかちょっと必ずちょっと聞きたいよ。何を聞きたいんですか？いや、まあここで言ってしまいますと、はい、あ、ダメなことなんですか？いや、全然いいね、はあ、藤井風っていう歌手いるんですけど、はいはい、その人の歌の PV に、うん、その兄弟のあのロン毛の子が出てんねんな。ほんまに？めっちゃ似てんねんな。俺だから確認取りたいね、これ違うって。出てんじゃない？じゃあ服装も一緒やねん。でも藤井風の PV 出るってすごいことやん。まあでもほら橋本さんとかも出たりしてたから、まあ、そのとかなんか会社からのあれとか来たり、もしさほんまになんかつながりがあったりしたら、これはもうだからあえて調べんようにして、あの本人に直接聞く。いつかあの引いたよ、これよろしかったやないですか。いやあのちょっと新人育成がちょっとごめんなさい、すいません、ちょっともうちょっとクレームだらけないですよ。クレームを起こした次の日またクレームを起こしちゃってね。ちょっとそうなんです、私スイングマネージャーやってるんです、すいません、ね、ごめんなさい、なんかね、ということでございまして、まあ、結果的に言うとズンズンぽいぽいは、いじりまくってください。はい、全然いいっすよ、ね、はい、お願いします。ルンルン近所の板浜さん、ありがとうございました、はい、さあ、続いてのおめめが本日ラストのおめめでございます。喧嘩チームの皆さんこんにちは。はい、さてこの YouTube チャンネルのタイトルが変更になり、ラストイヤーにかける覚悟と狂気、はい、そして朝の子供向け番組レギュラーとなり、共演者に手を出す気はさらさらないという意思を感じます。はいはいはい、なんちゅうこと言うの。はい、そのタイトル変更が発表されたケツ穴ライブの様子が上がっていました。はい、以前から金属智康さんに選んでもらい衣装を変えたと言っておられましたが、それが紙おむつだとは思いませんでした。そっちじゃない、そっちじゃないんですよ。しかしああいう格好をしているのなら、普段は見えないところを舐め回すように見るのが礼儀ですので、じっくり見ておりますと小野さんの紙おむつの向こう側が黒いではありません。地球温暖化の影響で世界各地で起きる山火事や開発により森林破壊が進む中、人類の未踏のジャングルの発見に嬉しくなります。なんで嬉しくなったの？なんで嬉しくなったの？この言い方もう毎回思うけどめっちゃおもろいよな。変態やん。発見に嬉しくなります。流れで太郎さんの方も見てみました。はい、真っ黄色で少し引きました。しかしおむつとして正しい使われ方をしているので、太郎さんを責めるのもかわいそうです。嬉しいなるやん。太郎さんはかわいそうな人です。ちょっと嬉しなれてよ、わしの黄色も尿漏れかと思いましたが、おむつを見てみれば吸水性は高そうですよね。そうそう、すごい。うんこが黄色いのでしょう。違う。スピに傾倒し不確かな運気を気にするより、目の前のうんこの色を気にした方がいいことは言うまでもありません。この黄色は油を取りすぎて少し緩くなっている色。違いますよ。太郎さんは前回ステーキや肝に行った話をしておられ、普段から考えれば脂質をかなり取っていたのかと思いましたが、はいはいはい、サラダバーにも行ったと話しておりました。はい、行きましょう。はい、クレーマー気質へ荒探しをするため、はい、サラダバーに行ったのか。いやいや、そんなことじゃないです。 NSC 在学中に組んでいた自分たちのトリオと同じ名前なので、違う違う違う、サラダバーっていうあのビジュアルクソ悪い3人組が、違います。米川ね。いや違います。ニキビの塊ね。
ニキビの塊じゃないです僕はあのでテンパというね最強のお母さんにジャスコで買ってもらった靴一生履いてるやつじゃないんですよ。それ僕じゃないんで。真の目的は定かではありませんが、バランスよく食べているのであんな真っ黄色のクソを垂れ流すことはないのです。はい、あれは枝飯みたいなバランス悪い食生活でしか出ない色です枝飯、はい、僕の唯一の同期ね、はい、もうみんなやめましたもんね。みんなやめました。枝松さん以外、はい、枝飯以外全員やめました。全員やめましたもう、はい、そういえば前回は小野さんがバイト先で厚揚げを大量にもらうも油が傷んでいるのでお腹に来た話がありました。あ、そして過去会では太郎さんがネクタイを結べなかった話がありました。ありました。ネクタイをまともに結べない人間がどうしておむつをまともに装着できるでしょうか。つまり太郎さんのおむつは小野さんの使用済みおむつであったのでしょう。以前には古着好きみたいな話もしておりましたしね。いやそういうことじゃない。さすが太郎さん、はい、私たちできないことを平然とやってのける、うん、そこにしびれる、憧れる。もう一巻のジョジョやリオに対する質問。はい、なんかすごい。こんなふざけてた。一巻あのディオがなんかね、そこにそのセリフがあるんですよ。まあ町のチンピラが。質問、はい、真剣かラジオ T シャツみたいにいつ出るかわからないけど発売されるのをずっと待ってるものがあれば教えてください。はい、剣かラジオネーム、はい、大豪院おねえさん、はい、おじゃちゃん、ありがとうございます。前回のサムネバット小林さんの広角らへんが広角機動隊の広角で隠されているディルさんの遊び心にスタンディングおしょんべんしながら送信。何言ってるんですか、ね、これはディルさんが作ったんじゃないですよね。これね、ギャルさんがやってくれたんです。そうっすね。ギャルンションですね。ギャルンションです。スタンディングギャルンション。スタンディングギャルンションでございます。はい、たまたまですね。はい、ということで、質問がね、真剣から、発売されるのずっと待ってるものがあれば教えてくださいということでね。はい、プレイステーション140。いやいや、それだから、それまだちゃいますやん。まだ5までしか出てへん。プレステーション140。俺ずっと待ってるよ。プレステーション140。それまだちゃいますやん。プレステーション X ってあれ何てやろね。あ、それは急に出たよ。あれ別に新しいゲームなかったでしょ。どこで出たんですか。え、あのね、はい、どこでいつどのタイミングで出ました。3と4の間。そんなあったっけ。プレイステーション X めっちゃ DVD 再生できるみたいなやつやったと思う。セガサタン2は出ないですか。出ないよ。そうか出してもしゃあないやろ。メガドライブ2は出ないですか。出ない。出たよ。あ、出たか。メガドライブ2は出たよ。あ、出たか。そっか。何もなかったよあれ。ハイパーメガドライブは出ないよ。そっか。何でも聞いてて。PSX ですね。PSX か。はい、これ何つった？プレイステーション X。あ、まあまあでも一緒。まあほぼ。PSX、そう。あれ謎、めっちゃ高い。10万ぐらいしたよね。めっちゃ高そうです。ハイパーオーラギリは出ます？出るよ。あ、出るか。うん、あれ気力120ぐらいに多分出るしな、うん。オーラ力な。オーラ力。オーラ力って言わへんの。オーラ力。オーラ力。まあ多分2と3の間ぐらいじゃないですか。2と3か。3と4じゃないか。2と3か。でじゃあ、なおのこと出さんでよかったよね。あ、2と3の間か。2の機能と3あのテレビのレコーダー機能。3の機能ないんか。通りでな、全然流行らんかって。へえ。一部の芸能人が欲しいって言ってるのは俺見たことある。糸井重里さんじゃないんですか。いや、これ何を隠そう、確か AKB やった。へえ。あ、ごめんなさい、3もできます。あ、3もできるんか、はい、AKB の子がなんか誰やったかな、峯岸みなみさんだから、何が今欲しいですかって言ったら、PSX とか言ってて、10万するんで買ってくださいみたいな番組で言ってて、でもあんな、ほんまに売れへんかったと思うで。はい、まあまあそうでしょうね。うん。3DO やん、あの。3DO って何やってんあれな。ありましたよ。太町持ってたから、もうギャリーに行きましたもん、3DO。パワーズキングダムね。はい。俺もやってた。もう今時はもう、やっぱこうパソコンゲームとかが流行ってるからさ、パソコンゲームっていうの、インターネットの。あ、でもあの Steam っていうの流行ってるよね。ネット、はい、そうですね。ネットが流行ってるからさ、そのだからもう新しい機種って出ないね、もう。ゲーミングパソコンとかが、そっちが主流。ゲームパソコンあれすごいな。だからもう Steam ってやっぱすごい。Steam はそのなんだろう。何があったらできるの？パソコンですね。これでいけるみたいなことを要するに。まあその。あ、でも専用もゲーム機のゲーミングパソコンの方がいいか。仕事用とかじゃやめた方がいい。普通のパソコンだとまあ動くけど快適にはできない。ゲーミングパソコンで高い。めちゃピンキリですけど高いのは高いです。安いのは？安くてもでも何十万、普通のパソコンよりちょっと高い。高いね。1500円ぐらいじゃ。じゃあ、ちょい。まあ、なんかもう言い出すと多分切れないです。レノボタダやからさ。はい、レノボよりちょっと高いってことは。無理なんでしょ。1500円。プレイステーション、今5まで出てるわけ？
これでもゲーミングパソコンが主流化になってるやんも言ったらもうそのそう、ね、だからこう機種っていうのはもう出にくいんじゃないの6と出したとしてもさ売れなさそう。5はあんま売れてないし多分そうやんね多分絶対言うて絶対3、4とかより売れてないと思う、うん、3じゃ一番売れたそうやろねゲーミングパソコン内蔵6とか出さなあかんってことやそう思うそうなったらもうゲーミングパソコンでええし、うん、じゃあ機種って今新しいので何が認定スイッチとかスイッチが一番新しいかは一でもだいぶ前ですよそうちゃうわ5やわ結局一番新しい言うてそれでももう1年以上経つよえ5っていつぐらい出たそれもうコロナ前前とかじゃあやっぱこう新しい機種が出る時代ではないってことですね今はとりあえず逆にでももうそろそろ何かしら出そうな動きも、ねうん、iPhone は毎年出んねんけどな新しいのな iPhone もそのうちゲーム機だ iPhone っていうか Apple 社ゲーム機出しそうじゃないあ出すんじゃないですかてかゲーミングスマホっていうのがありますああもうすでにやっぱあるんかそうかあるんか俺今もう一個のスマホの方だから AV 見る用と漫画見る用にしてるから俺のゲーミングスマホはエービングねエービングスマホエービングスマホギトギトえ吹かへんのうん吹かへんのかけの最後、まあ、かけでええんかエービングスマホエービングスマホやからこっちじゃないからねこっちは綺麗な方やからこっちには絶対 AV 見ようにしてんねえちょっともう意味がわからんねんけどさそのエービングスマホ見ながらしこってさ最後にクイクってなった時にそのエービングスマホパーンって床に置いてそこにかけるん木生えるで最後精子の木精子の木その精子の木自分のあのけあごめんなさいごめんなさいあケツミングとかなんか言いそうしかしても赤の出へんかったわくだらんこと言ってんちゃうぞこらすいませんエービングスマホ見てるんで僕はすいませんやめとったら承知した時さまはいまあま待って出ないもんでゲームとかになりますよね。そうですね。あのプレイステーション140ということで。僕じゃあ、はい、あのアークザルト4待ってますね。絶対でもなんか仲たがいしたみたいであれ。3が究極に思わなかったからな。あれで一応でも4出たというかさ。まあ精霊の黄昏とかがそれになるんか。その後はなんかカードゲームの出たけど、あの時にはもうすでにあの制作人となんかが喧嘩してもう。なんでカードゲーム出せんって話だから。そうそうそう意味わからんすげえ。もう絶対別物やもんそんな。もうそうやね。違う精霊の黄昏の前がカードゲームした。いや、セルントゾーンの後や。アークザートカードゲームでしょ、うん、私買いましたよ。セルントゾーンの後やったはずよ、あれ。カードのやつ。精霊の黄昏ってあれでしょギドさんのやつ。ギドさんって何すか俺とポイちゃんがずっとあの、ギドっていうむちゃ悪いやつよって、それがあの NAC 越しの木田さんに似てるから、ギドさん。ギドっていうカエルの化け物みたいなのが出てくるやつ。精霊の黄昏ってみんな背高いやつでしょまあ、そうやね。プレステ2のやつやんね。2のやつ。違う、太郎さん。え、嘘？アークザートカードゲーム1、プレステ1。だって、でも、じゃあ2個出てないその後に、その、ロールプレイしながらカードゲームのやつやんの。違う。俺、あれ。あ、じゃあそれじゃん、俺言ってんのは、ちゃんと。俺のやつはあれ、2と連動できるやつ。あ、違う、それじゃん、あの、アークザートみたいなストーリーやけど。カードゲームの後、あんねん、その、仲たがいやつ、はい。言ってんの。でそこのカードでアークとかがその主人公が使うねんじゃあカードゲームに詳細を見たってことも一回遊戯王とかが流行ったからじゃない分かんないけどいやアークザラットで流行らんやろと分かんないでその時にはなんか作成陣は手を離れてるらしいアークザラットなんでもカードにしてええってもんちゃうからな、うん、ねということでございます第5位のおじゃきさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ以上で本日のおめえめすべて終了ということでございまして。あ、ぶっ込みのタグの続編とかもそう。あ、まだ小説で出たんだ。いや、カードゲーム挟みましょう。ぶっ込みのタグのカードゲーム。いやもう俺す買うよ。それあれば俺ぶっ込みタグのカードゲームで買います。バイクとかね。バイクとか車とか。バイクとだからこのキャラが一致すれば100プラスとかそういうことやね。絶対思んないわなどう考えてもあれも揉めたんですよ所十三と咲弘とか揉めてああ所さんねでおのおのがちゃうの書いてるんよおのおのが同じ話でちゃうのかヤンキーすぎねん二人ともバキの人もそうあのスカーフェイスちゃうとシャーマンあシャーマンねあれも揉めシャーマンと、道下線ガローデンもあいやガローデンはまだ一応揉めまではいかん揉めってかいやまた別じゃと思うだからシャーマンと土下座が一番の揉めよねそう全く同じやもんあれ6個目タグの人もそうやん、ね、同じような感じかいても土下座がシャーマンになったんかそうやねだシャーマンが板垣先生が書きたかったやつやな確かなそうそうそうで土下座はその割れた人が、うん
こんなんの方がいい。うちもうんかやったけどな。そういうことです。バカ玉です。最後あの宇宙人出てきて終わるから。宇宙人。宇宙人土下座してすげえって終わる。地球侵略をそいつのおかげで免れた。そう。帰ろう。やっぱ割れたらうんこになりますね。うん、アクザルトもそうやし。割れないでください。割れたら基本ギャグ漫画になるから。全部ギャグゲームとかギャグに行っちゃうから。制作陣割れないでください。ね、ということでございます。はい、ケンカラジオ GT 第247回、はい、以上でございます。ありがとうございました。また来週、あ、来週なんですけども、我々が、出張出張でね、出張でちょっと、はい、島根に行っておりまして。なので、コーナーとかじゃなく、特別会ですね。特別会、我々だけのやつをちょっと太郎とやりますんで、もしかしたら誰かゲスト呼べたら、誰か音声で参加できるかもしれませんで、まあお楽しみにお待ちください、うん、来週は。30分から1時間ぐらいちょっと特別会をやらさせてください。はい、でその後にまた、通常会に戻りますので、はい、一旦だから皆さんおめいめいお休みという形でございます、はい、まあその間全然送ってくれててもいいですしね、はい、はい、ということでございます。スゴロクなんかはガンガン送ってほしいですもん、ね、そうですね、はい、はい、ということでございます。ありがとうございました。ありがとうございます。やりますか。いやもう一瞬カッてやったからもういいじゃないですか。なんか立ち上がってやったじゃないですか。でもあれなんか俺のあ、まあ、ぬるぬるがね、ぬるぬる触って俺が火使って終わってあれぬるぬるがね。ベルト捨てたか。ベルトはね、貴さん捨てました。貴さんベルト捨てたか。貴さんベルト捨てたし、はい、実はね、ちょっと言ってくださいよ。一生取れんベルト。穴かくでね、ちょっとストレス発散ネタするときにおむつに履き替えるんですけどね。太郎がなんか見たことないベルトをつけててね、はい、そのベルトが外れないって言って呪いの部分みたいにドゥン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 。マジで外れへんよ。外れ外れ外れ、おじさん外れ。もうその頃僕もおむつ着替えて、何やってんねん、もうお客さん待ってるやけ、外れ外れ外れ、もう分かった俺が外したるわってこう外そうとした時のいつもの太郎が委ねる顔、僕に前は一本だけは出るとか言って。でもそれでも取れんかった、はい、システムがわからん取り付け方で最後何かしらんけど取れて、そうハサミもらってこいっつって、ハサミ借りるぞっつって、ほんでそのベルトのバックの部分に捨てる時に気づいたんです。僕どういい加減なベルトやから、めっちゃダサい バックレートバックレートやって、読まんかったんですけど英語でエリートって書いてあるエリートのベルトエリートサラリーマンエリートサラリーマンのベルト捨てました。もう、はい、捨てさせていただきました。エリートはもう二度とつけんな。新宿の地下で500円で買った。新宿の地下行くな。電車乗る以外で行くな。すごい。